あの特典ですよ。20万円のスポンサーやってくれた方には席が2席、要は招待席じゃないけどスポンサー席が2席。俺がバカなのかな、ちょっと待って。20万円の席いいの分かります、はい、20万円の方は要は最前列が2席、あのスポンサー席であげますよって意味、うん、わかります今。20万円のペアチケットついてるよってこと。そういうこと。ああ。スポンサーさんは1席ついてるよってこと、うん、グローブと1席ついてるよってこと。ペア席なのこれ、20万円出したら、まあ、これピンリスってこと。10万円のやつは、まあまあそんな感じ、そんな感じ。20万円の席2席書いて、あ、2席入るよってことね。2枚チケットもらえるのね、20万円のやつ。そう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 、そうだから別にその1人のリスナーさんでもじゃあ誰か連れていこうかなって人もいるし、うん、ああそういうことね。そういうああそういう売り方ねそうそうそう、はい、ややこしい売り方すんね。はい、だから最前列はもうそういうスポンサーさんの席ですよって意味です。分かりづらいなこれ、販売はしない、ね、意味わかんねえ。20万の席と10万の席って席が2個あって、ああそういうことね。で、6000円の席まだ空いてるの？ 6000 円 A 席。空いてる。SRS は？ SRS。もう空いてます、空いてます。空いてる。S も空いてるんで。何パーぐらいいってんの今？まだ結構空いてますよ。まだ空いてる。選手からはね、ぼちぼちこう来てるんですよ。うんうん、うん、あの、6枚くださいとか、4枚くださいとかね。うんうんうん、まあ、自分のリスナーさんに売るんじゃね。そう、うん、見てほしいって方に売る人いるんで。うん、そう、その人はもう席、じゃあここの席で指定できるから、僕から言えば。うん、そう、 E プラスは指定できないからランダムになっちゃうけど、うんうん、うん、なるほど。そんな感じです。で、これ、あの入金までの流れはどういう風にしたらいいの？僕がリスナーさんがいるとするじゃん、うん、ここに。じゃあ20万円出すわ、せいちゃん、はい、で、はい、捕まえるじゃん。そしたらどうしたらいいの、はい、そのリスナーさんとどうやってコンタクトを取ったらいいの？うん、僕は基本的に X で DM しましたよ、TwitterX で。で、僕とリスナーさんでやり取りするの？押してもらってもいいし、直接原田よしきに丸投げでもいいの？うん、全然それが多かったですよ。9割ぐらいそんな感じだった。ツイッターとかわかんねえとか言ったらもうわけわからないよな。原田よしきで検索して、原田よしきで検索うん、だからもう一回 DM 来ると思うんですよ、誠司さんに。どうすればいいですかって、うん、ここに DM してあげてっていう感じで、うん、で俺挟んだらそれやり取りがややこしくなる。そうだ、ワンクッションずっとワンクッション入って、じゃあちょっと原田に聞いてみますねっつって、また原田よしきからこう、うん、講座とか聞いてくださいとか言われるでしょ、うん、これ。そう、一回これがめんどくさくない？最初だけでやり取りしてもらって、あとじゃあ原田さんにお願いしますよって言ったことです。ああね、うん、原田よしき丸投げの方が早いよね、話が。そう、早い、そう。で、それで原田よしきがさ、せいちゃんのことなんで応援してんですかとか、僕にも応援してくださいねとか、そういう営業とかしてんでしょ？しない。それが目的なんじゃないの？そんなね、そんなほらリスナーさんを取るようなことしない。リスナー泥棒するがために。そんなことしたら後で、うん、めちゃくちゃ叩かれますよ。やってんじゃないの？なんか嫌なんだけど、僕のバック投げさんと原田よしきがそう DM とかするの。だからそれが心配な人は直接やってましたよ、うん、全部ワンクッション挟んで。ああ、うん、ちょっと嫌だな、なんか他の配信者、うん、原田よしきじゃなくて、か、ね、配信もしてないマネージャー的存在な人が良かったね。まあね、まあでもしょうがないです、うん、それで、うん、それがだから心配な人はちょっと面倒くさいかもしれないけど、うん、ワンクッション挟みながらやるんですね、うん、まあそんな大変じゃないですよ。チケットのこととパンフレットどういうの載せますかってことだから、うん、うん、もう原田よしきを信用するしかないよね、俺は、うん、まあそう、これででも次の月12月、うん、マンスリーバーンって言ったら俺疑うよプラプラでイベントをめちゃくちゃお前がしてたら、うん、あ、せいちゃんからありやす、せいちゃんからない、乗り換えとか、はい、それを疑っていい、さすがに。そうしたらね、他の人がみんなね、そうなったらね、うん、スパーク出た人がみんなマンスリー落ちて、うん、ハロー、ね、今月すげえ人みたいな。そうだったら疑っていい。あ、これやってんな、これ、うん。うん。スパーク出なきゃよかったな。本当、基本的に運営の人しかしてない。そしたら。うん、うん。基本的に運営の人しかしてないと、ありがとうございます、うんうん。ここにお願いします。うん、ありがとうございます。うん、じゃあ、そう、じゃあ、募集かけるわ。20万の席ね。はい、20万の席がペアなんだ。で、要は1席10万って説明したらいいんだな、上のやつは。これでペアで行きたい人はじゃあ20万の席をおすすめしたらいいんだな。まあまあまあ、そう、ね、ペアで2人で行きたい場合は20万、まあ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 、席だけじゃないですけどね、結局ほら特典とグローブとね、うん、広告があるんだけど、うん、まあ、広告はほら別にいいっていう人は多いから、うん、誠司さんには大きくパンと載せてあげてくださいみたいな感じだと思うんですよ、うんうん、1ページと打ってくださいっていう人もいたから、うんうんうん、
じゃあそうやって説明するわ。よく分かんなかったから、何が20万とか言ってるのかなって。ああ、そういう意味ですね。枠ってみたいですね。うん、招待っていうか、スポンサー席がもらえるってことです、うん。そういうことね。うん、2席、1席が。うんうん、分かりました。はい、いいですね、11月2日でしょ ?11 月2日。2日の何時からだっけ、はい、15時入場で16時開始。15時入場。で、試合開始が、はい、16時。キックオフで試合が1個増えて15試合になって、全部15試合ね。そうで、ショータイムも1つ増えて、青春ポテトフライが、ああそうなんだ、ナーボーたちが組んだ、そう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 、うんうん、はい、で、せいじさんの試合が最終試合やったのが、うん、そこが今セミファイナルになっちゃったんですね。なんか試合順変わるみたい。ええー、ヒカル君とミキシ君が最終試合になるみたい。なんで、そこはすいません、話しちゃうやん最後ちゃうの俺と大輝。そこをゼロにいってください。大トリじゃないの、はい、そこはなんか違うみたいな。いつ書いたのそれ。この発表したって言ってました、ま、俺と大輝最後のが盛り上がるって絶対、うん、まあまあね、まあゼロにいってください。そこはあ、なすりつけたなすりつけた。そうだ、そうだもん、うん、うん、え、大輝が拒否ったの。うん、うん、わかんない、そこ僕もわかんない。え、最後嫌だって言ったの。入っていいですかって言うたから、右地と光が最後全部持ってかれるやん。じゃああの試合良かったねって、右地と光ってなっちゃうよ、うん、まあそこを印象付けるのは俺は誠司さんだと思いますよ。僕は捨て子、ね、ラスにってこと。俺と大輝、そうそうそう。え、その二人ワンライブじゃないよね。二人は違うじゃないですか。すごいよね。パルパル君だけでしょ。うん。あ、違う違う。パルパル君ってか、ヒカル君と右下違うでしょ。パルちゃんはワンライブなのになんでラストじゃないの、まあね、大トリじゃないの、俺たち。うん。まあそこは分かる。パルパルが最後嫌だって言ったの。マジかよ、あいつ。ほんま、ひよってんな。印象残んなくない？印象残りますね。最後がいいですよね、メタル社長ね。俺たち。マジかよ。だってそんなさ、ガチ勢じゃん、格闘技の。まあね、ガチ勢の試合は思わないって。うん。うん、ゼロ運が結構あるじゃないですか、ガチな感じにしたいな。ああ、無理やろ。そう。素人の試合やろ、だって。まあまあまあね、僕はだからほら、エンタメメインの、うん、その中でガチが、エンタメやろ、だって、うん。一番面白いで、俺と大輝が、多分。僕はめちゃくちゃ楽しみですね。だから、せいじさん復活して本当嬉しいですよ。うん。はい。なあ、な、大輝がひよったんだよ、はい。俺たち最後嫌だって言ったんだ。俺最後は嫌だ。はい。はい。ああ、そう。はい。あとあれ、気になったんですけど、うん、ドーピングって使ってもいいんですよ。ドーピング検査ある？検査ないっすね。ないの？じゃあ使ってもいいのね。ないっす。暗黙の了解ね。はい。ただ、うん、使ったら結構副作用で、うん、あとあと内臓系やられて死ぬ人多いっす。あ、そう。気をつけてください、ドーピング。木村みのるも使ってるやん。そう、だあとでなんかね、うつ病とかになる人多いらしいですよ。あ、全然いいよ、別に。なんか内臓系がね、うん、疾患できたり、あの、まあ、ケビン・ランデルマンって覚えてます、うん、プライドとか出た、うんうん、ミルコ系をした、あの人もやっぱやってて、うん、それで腎不全かなんかなって、最後、うん、なんか死んじゃったんですよね。うん、ドーピング使うかもしんない。はい。命を削ってまで勝ちたいと。勝ちに行くね。はい。だって検査ないんでしょ。検査ないですね。うん。うん。1回ぐらいだったら大丈夫でしょ。わかんない。逆に1回で強くなれてますけどね、うん。定期的にそれやって筋トレ、あれ筋トレしなきゃダメですからね。ドーピングやるだけじゃ強くないですからね。うん。筋トレするだから。ドーピングって筋トレしたり、うん、そうジム行かなきゃダメです。うん。うん、体つき変えてくるからね。もうその時はもうドーピング疑っていいよ。やっていいんじゃないですけど、検査はないですね。ムッキムキでいくから、はい、沸かすからムキムキですね。あと3週間で急に、はい、体変わったのセリさん、ムッキムキでいくから。いや、とりあえずこれスポンサーだね、はい、スポンサーつけないのに、ないんで、はい、ダメだこれ、恥ずかしいわ、はい、一応まあ明後日までかな、金曜日に最後提出があるから、うん、そうですね、木曜日、うん、はい、の夕方ぐらいまで寝ましいですね、うん、了解です、はい、はい、すいません、なんとかできたらお願いします、はい、はい、すいません、はい、お疲れ様です、はい、はい、誰かスポンサーさんいませんか。あ、間違えた、いないですか、スポンサーなってくれる人いない。
いないですか、 5万円と10万円と20万円の席があるんですけど、いないっす、誰か大至急明日まで、やばいやばいっす、ちょ助けて、誰かいない、誰かいない、最後じゃないなんて、ラスに、うん、どんなメリットがあるんですか。ね、使用済みのグローブ20万円の席ね、パンフレットに名前が入れられる、リスナーさんの、うん、で会場で僕と握手、うん、なれないですか、なってくれないっす、うん、20万円のアイテムとチケットどっちがいいの、どっちも、どっちもどっちもいい、どっちもいいね、両方大丈夫、両方いけるな、ダイヤいけるか、20万円の席、10万円の席でもいいけど、ピンで来るんだったら10万、2席だったら20万、荷物置いてもいいけどね、20万の席2つ取って自分の荷物バッグとか置いてもいいけど、うん、友達いないんだったら20万円の席を2つペアで取って1個は荷物置く、うん、いける、頼むわ誰か、うん、いやうちリスナーさんとの慣れ合いダメだから、うん、最近のゼロが苦手、それ関係ないんだけど一切、うん、どういうこと、関係ない、アツシ来れるかな、あいつなんかわけわからんや最近、アツシってさ、なんかお兄ちゃんにも家教えないわ、なんか配信も毎日やってんだが、わけわからんや、来るかなあいつ、わけわかんなくない、あいつ、うん、なんかわけわからんや、なんか行動パターンが、うん、チケットあるのもレディーさん、みっちゃんがいいスポンサー、じゃあ俺が出してみっちゃんになってもらうか、うん、タコシ知らないよ、俺も知らないし家を教えないよ、みっちゃんになってもらうか、それがトワちゃんやな、トワちゃん最終手段、トワちゃんぐらいしかいねえね、うん、そうするか、家借りてないんじゃないの、俺も思った、怪しいよ、麻薬はいないよ、うん、ダメだよ、結局元山の家に住んでるのかなってなるよね、俺もね、うん、荷物すごかった、家なんか車で住んでんじゃねえのかって感じだよね、うん、家があるんだったら荷物下ろしてくるよな、うん、ああ、エキリストとペア席、そうする、あいつ行かねえんじゃねえ、エキリスト行くかな、聞いてみるか、翔平にちょっと聞いてみる、翔平、あのさ、スパークさ、来れへんかな、めっちゃ寝起き、あ、マジスパーク来れへんかな、スパークめっちゃ寝てた、寝てた、おはよう、スパーク来れへん、なんて、スパーク来れへんかな、スポンサー席、あのリスナーさんが出してくれるって言うの、イキちゃんと行きたいって言ってんだよ、んダイヤっているでしょ、んダイヤがイキちゃんと行きたいって言ってんの、スポンサー席取ってあげるから、
来れる？最前列で政治って言ってくれたらいいんだけど。ってこと、俺配信者より。ん？俺配信者のに観客席で見ろ。うん。だってどっかだってスパーク出ないだろ。セコンドとか誰もやんないだろ。いやろ。だから観客席で応援するんだよ、最前列で。ダイヤと？ダイヤと2人でメガホン持って、声が通るようにメガホンで「せいじ!」って「いけ!」パルちゃん嫌いでしょ、だって、うん、あのか豚野郎か。そう、ホモ大仏、お前の応援が必要なんだよ。来てくれんか、うん。スタート何時やったっけ。11月2日3時からで、試合開始が4時、15試合やって俺が14試合目めっちゃ遅いやつ、遅い来れへんかな。11月の2日、うん。でセコンドはなちくん頼んだ。あ、なちくんなんや。うん。でおまけ得点でダイヤ抱けるらしい。え、いいわ。あ、それはいいか。2日、うん、うん。どうする、来れない。いいよ、いける。うん、おー、マジか。じゃあダイヤと来て新宿ね。俺ダイヤと一緒に行くの。一緒に行かなくてもいいよ、大阪なんだけど。ダイヤもまあ時間はずらして、とりあえず新宿に3時までに来てほしい、11月2日に。でその前に配信もできるし OK。 うん、で何人来てますとかさ、そう、俺前やったことあるんだけど、ギガフェスで結構数字取れる、5000人ぐらいいたかな。パルちゃんとね炎上ニュースぶつけたけど、パルちゃんに閲覧勝てたんだ俺。あ、そうなん、うん、だ、中継しててもいいしね、うん、そこで現場で白壁で白壁の真ん前なんよ会場が。ああ、なんかあるな。そうだから今選手たちが何人来てますとか、誰々が来てます、あ、リスナーさんいっぱい来てます、リアトツも来るし、キリストさんって来るよ。来へん、こう会場前でやってたらね。来るわけないよ。来るよ来るよ。だから前乗りしてもらってもいいけどね、11月1日で。リリーさんも来るから、来てるから、なんか前乗りしてんのかな、うん、リリーさんも。あいつ撮影じゃん。え、あいつ撮影そうで、なんか来れるらしい、リリーさんも。でワンチャン、うん、前乗りしてもらっても構わない。うん、オッケー。うん、で俺もミツと前乗りするから。あ、みっちゃんも見に行こうや。そう、見に来てくれる。うん、俺がチケット取ったから2枚の席。最前列ってめっちゃ高いんじゃん。まあ10万円だね。それダイヤが払う。ダイヤが20万円払ってくれる。え、それ悪いか、俺が払うわ。かまへん。うん、じゃあダイヤはじゃあ 10万円ね、折半ね、そこ。ん、10万ずつね。ダイヤも払いたいって言ってるから。ダイヤ別に払わんでいいよ。てかどこに払ったらいい、これ原田良樹めんどくさいから20万渡すからやる。マジかよ、かっこ4すぎ、マジでかっこよすぎだろ、マジで。いつまで払ったらいい、これね、明日までだね。とりあえずもう名前だけ教えてくれたらいいんだって。とりあえず誰もいなかったから0人だったんです。今政治に俺が振り込んでいい。いや、ちゃうねん、ちゃうねん、俺ちゃうねん。ヨシキに言ったら領収書もくれるから。うん、原田ヨシキ知らん。知ってんで。あ、知ってる。連絡取れる。いや、払い方分かれ
いや、多分口座を捨ててくれると思う、多分20万払ったり、そう、うん、いける、うん、じゃあダイヤとペアで取ってくれるってこと？俺も連絡先知らん。じゃあ LINE つなげるわ。めんどくさいんやけどやってくれる？原田よしきの連絡先教えるわ。うん。口臭俺。送った。で、あ、そうだ、パンフレットにね、乗れるわ。みんながもらえるパンフレットあるんだけど、それに自分のなんつうのアピールかける、イキリスト政治頑張れみたいな、それがね押してて明日までなんよ、デザインとか。どういうこと？だからパンフレット配るんよ会場で、スパークの、みんなが注目する会場に来たらみんな配るでしょ、ライブとか。その1ページを飾れるわけよ、イキリストのそのフワチのアカウントとかツイッターのアカウントとかでもいいし、政治頑張れみたいなのでもいいし、ズバッとでもいいし、それを原田よしきとちょっとあのデザインとか送ってね、自分でなんかこれを乗っけてほしいみたいなのあったら、ツイッターとフワチのアカウントとか、政治はなんか乗っけてほしいもあるの？ん？俺は別にない、ない、ね、俺とりあえず何でもいいよ、なんか自分のアピールでもいいし、ほとんどはリスナーさんはほらあんまり出しゃばりの人いないじゃん。でも配信者さんだから、あの全然アピールしてもらって全然構わへん、そこでもう。何を書くの？だから要はスポンサーやん、スポンサーやんか、特典やんか、うん、だから自分のアピールでもいいよね。配信者だったらアキレストだよみたいな、翔平だよみたいな、応援してね俺もみたいな、そういうのでもいいんだよ。それをヨシキと相談して決めてほしい。明日までだから、デザインとか、うん、そう、あとは応援メッセージとかね、ちょこっと添えてくれたら、政治頑張れ、負けんなよみたいな、ホームダイブス倒せみたいな、うん、うん、あ、ステッカーの画像でもいいね、何でもいい、あのワンちゃんの画像でもいいし、うん、うん、だからヨシキに電話してほしい。で、口座番号とか教えてくれるから。帰ってきた LINE。 あ、来た。え、なんかスパークの席どこがいいですか、2万円1万円6000円って来てんけど。ああ、アホやこいつ。20万円、20万円の席って言ってくんないと。え、スポンサー席20万の席って言わないと。あいつアホやな、腹で、あいつ殴りって、マジで。なんで2万円の席が出てくんね。あ、政治からって言わないとダメか。政治からやけどって言わないとダメだ。で、政治からで、うん、20万の席、席です、うん、20万の席って言わなきゃダメだ。ペアでお願いしますって。あいつアホやわ。スポンサー席って言わなきゃダメだ。政治のスポンサーでって言わないとダメだ。あいつ見てないんかな、配信。あいつアホや、ほんま。最前列な、これ。最前列になるね、多分。ヤジ飛ばしまくんで。あ、いいよ、全然ガンガン来て。全試合全然よ、いいよいいよ。多分マイク入ると思う、最前列だったら。お、ミニが負けてんぞとか。うん、いいよいいよ。え、いいの？いいよ。声枯れないでよ、あの14試合目だからね。スピーカー持っていていいの？あ、いいよ、拡声器持ってていいよ。メガホンだけだったらいい。だ、拡声器はあかんかもな。メガホンだけだったらいいかも、普通に。ティロ低すぎて見えへんやんけとかもある。うん。あ、いいよ。全然いいよ。うん。全然いい。俺、追い出されへん、それ。いや、大丈夫、大丈夫。だって、スポンサーだよ。舐めてんの ?20 万台だって。うん。だから、予想とかもしてもいいよ。だから、最初にさ、会場に来てさ、あの、試合のカードをさ、作っといて、フリップ作っといて、この試合ですよね、1試合目が誰と誰で、これがほらマグネット持ててバツと丸つけてってさ、で皆さんの予想はどうですかみたいな、盛り上げといてもらってもいいよ。それいけたで、いけた。20万円のスポンサーとしてでいいですか？うんうんうん、
10万円2つと用意できる席は同じだけど、うん、パンフレット掲載1ページ大きく載せられます。そうそうそう、大きくなるのよ、そのパンフレットが。あ、ほんまや。うん。試合スポンサー。うん。あのな、スパークのステッカーとかタオルとかうちわもある。そう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 、いろんなグッズがあるのよ。こんなんや、こんな。もう11月だから寒いからうちはいらんけどね。これ8月だったから暑かったからうちは作ったんだけど、寒いよねこれ多分11月って。うん、いっぱい来るやん。俺だけちゃう観客で配信者におんの多分。はずはずい。俺だってねえ、リスナーさんいないからさスポンサー俺、うん、申し訳ない友達がいない、生きる人しか俺しかも大阪だしね、同じ。あ、てかパンフレットあるやん、政治あるよ、どっか捨てちゃったのね。まあ、見たよね。で、これいつ払えばいいですかって聞こう。うん、最前列だよね、多分ね。多分最前列。画像やメッセージ、名前などありますか？うん。何にしたらいい？いや、それがさ、だから、みんな書いてるの。あるかな？イメージわかんよな、全然な。ねえかな？ワンライブの口座情報ゲットしてもうた。俺、捨てちゃったかも、パンフレット。捨てちゃったわ、俺。あのイメージさ、ヨシキに送ってもらえない？パンフレットどんな感じなんすかって。原田さん、うん、お、捨てちゃったわパンフレット。終わったやつだからさ、8月なんだ。捨てたわ俺、どっか行ったわ。イメージ送ってもらって。イメージって俺、俺が一面に乗るってことは違うやろ。政治のページに俺が乗るんじゃないの。そういうことやろ。ちょ、おしっこの音聞こえてるって。よしきも下手だよな、プレゼンがな。なんかイメージとか送ればいいのにな、そういうのに。全然意味わからんよな、画像とかさ、テロップとかさ。下手くそだよな。何もわからんよな、何載せんのって感じだよな。頑張れ火薬だる、うん、これ政治に送ったらいいんか。おパンフレットでも出来上がってるの。これから印刷するんだよ。え、じゃあこれ雛形なんか来た画像。ここに、ね、こんなに2枚来たで。どれ。あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、こんな感じで。俺は何もないから、スポンサーさんが別に、なんつうの、その時のいたスポンサーさんは別に、なんつうの、自分のアピールとかいらないやん、うん、だからこんな感じでって俺が勝手に作ったの。じゃあリスナーさんで決めといてよ。俺何でもいいわ、今決めてよ。こんな感じね。で、ホモ大仏はこんな感じ。どうする。うん、あ、原田芳樹から来た。イキリストさんから連絡があって、スポンサーさん配信見てないんよ。流れ分かってないんよ。知ってるっちゅうの。あ、ゲンさんどうだった。うん、ゲンさんはセーフ。ほらな、うん、まだね、まだ分かんない。でもなんか運営さんに送ったらしい。運営さんに送ったらしい、なんか書類を。小田が、俺小田にさ、ブロックされちゃったよ。小田無道って書いただけで。
たり前やろ、うん、あんなエヴァクローン、うん、じゃあどうする、いや、イキリストのそのないのサムネとか嫌だ、イキリストのそのサムネでいいじゃん、でフワチアカウントとツイッターアカウントを書いといたらいいよ、画像送っといてよ、ヨシキに。違う、俺は画像とか載らんねんね。なんでやん、でいや、いいんだっての、画像載せていいんだっつっての、特典なんだから、配信者だったらいいんだって、宣伝していいんだよ、パルちゃんのスポンサーもメタル社長だから別にアピールしないから大輝をこう乗ってるだけで、ま、真面目なの大丈夫、ズバッと決まって気持ちいい、うん、それであの自分のサムネイル載せちゃっていいんだよ、そう、フワッチャの QR コードでもいい、ツイッターの QR でもいい、いやいや別にそこまで、なんでやねんいいじゃん配信者なんだからさ、俺のその QR 読み込んで見に来るやつなんかおらんから、いるっておらんって、いいやん、要はあれだぜ、あのプロのさ格闘家でもさパンツとかに入ってなんとかなんとか不動産とかさ入ってんじゃん、それと一緒だって、会社を宣伝するんだよスポンサーって、うん、わかる？自分の会社を宣伝するためのスポンサーよ、わかる？言ってる意味わかんで、それと一緒だから自分のアピールしてもらいたいんだよ、あ、フワチのイギリス、あー、あいつらやみたいななるわけじゃん、知ってるわけじゃん、だいたいフワチの人って、うん、いいんだよ、それで自分のやつでアカウントで謙虚すんぎなんだ、マジで、え、違う違う、謙虚とかじゃなくて、うん、それ見に行こうへん、うん、いや、いいやんか別に、あ、イキリストお金出してくれたんや政治のためにってなるわけや、うん、それでいいよ、振り込んで、あ、振り込、マジでありがとうございます、ズバッと早っ、仕事早っ、で、これダイヤともう確定だね、じゃあ、で、領収書もらって、めっちゃ嬉しそうな、ありがとうございます、来たけど、これ席余りまくってるの、余ってますうん、余ってるさ、めちゃくちゃ嬉しそうな、ありがとうございます、びっくりマーク、びっくりマーク、うん、あとはパンフレットどう載せるかだね、それリスナーさんが決めてよ、いや、イキリストでいいじゃん、俺勝手に送っちゃう、なんか画像ちょうだいじゃん、ん、画像うん、あの、あれでいいやん、ステッカーの画像ないの、ホログラムのステッカーの画像、これしかない、あの、あ、間違えた、ステッカーの画像ないの、リリーがズバッと決めろよ政治で良くないやって、ああね、これやったんで、あ、火薬さんのこんな感じだって、頑張れ火薬である、どれ、あ、これな、あ、これでいいよ、これでいいよ、共産イキリストでこれいいよ、これ載せようぜ、これいいやんね、え、あのキラキラはないの、キラキラの下書きがない、うん、ないんか、これバック白でいいかな、何色がいいかな、白でいいか、パンフレットもまだ出来上がってない、まだまだ、これから明日発注するって、業者に。これでいい？ズバッと決まった、入れる？
これじゃあ、よしきに送るわ。これを、これ使ってって言うわ。商標は言わない。何も言わない。画像はこれでって。お願いします。送ったで、原田さんに。送った？うん。あ、画像送ってくれた？うん。うん。で、あの、テロップは？文章。いや、何でもいい。何でもいいや、困るって一番。リスナーさん決めて。あ、ズバッと決めろよ、政治でいいじゃん。それにしよう。ズバッと決めろよ、政治。うん。大阪弁かこれ、標準語？決めろやのいい？ズバッと決めろや。決めろや。決めろやっていう、なんていう？あれ、あれの方がいい？スズク、マサール、スローの4コース。スズク、マサール。意味わからんやな。スズキ、マサール、スローの4コース。それ入れとくか。スズキ、マサール、スローの4コース。俺の枠見てる人が政治。ナイスや、政治。ナイスや。スズクの宣伝いらん。どうするどうする、何でもいいよ。何でもいい。ズバッ、俺こういうの分かれへん、考えられへん、決めてよ。ズバッと、なんかない、ズバッと。ちまちま行こうよ。ちまちま。だからそれとかは 俺の枠しか分からんくない。分からん、分からんな。いや、それでもいいんだよ。だからイギリスとのリスナーさんがそれを見て、ああおもろいなこのパンフレット、あいつおもろいやんってなるやん。なんで俺たちが分からんやん、こんなん。なんでこんなん書いたん、こいつアホやろってなるやん。あ、他のリスナーさんらはこれあれなんや。何が？自分の名前と、うん、火薬だるリスナー。そうそうそう、だからそれ配信者じゃないから、そんな宣伝してもしゃあないやん。会社とかも無理やろ、そんなスパークにさ、自分のやってる会社の名前とか入れられへんやろ、うん、だからこの配信者をこう自分の配信者の名前を出してるわけで、だ普通のライジンとかさ K1 とかやったら会社名出せるけど、ふわっちやん。だからこういうふうになるよね、うん、だから結局お金だけ出してもう好きなように書いてくださいみたいななるわけや。わかるでしょ。うん。な、なに ?476 がいい。476、なんて。476のコメントがいい。476、なんて書いてんの ?476。あ、これ、ズバッと決まった気持ち4すぎ。ズバッと決まった気持ち4すぎ。気持ち4すぎじゃないよ、いやいや、そもそも。なんなん、なんなん、ページが間違えてる。俺が間違えてるんだ。なんなの、本家は。ズバッと決まった気持ちいい、気持ちいい、え、ズバッと決まった気持ちいいやん。何だっけ、俺が言った分かんなくなってんじゃん、本家が。ズバッと決まった気持ちよんすぎじゃないの、よすんぎ、あ、よすんぎ、決まった気持ち、よすんぎ。気持ちよすんぎ。あ、気持ちよすんぎ。よすんぎ。じゃあそれでいいよ。それにしよう。あ、なんか、なんか来たぜ。こんな感じになりますって。この上を、上の、テロップ変えてもらうわ。こんな感じだって。パンフレット。何もなしで画像にしますかって聞いた。うん。テロップ入れてもらってよ、それ。ズバッと決まった気持ちよすんぎって。政治入れなくてもいいよ、別に。自分のアピールでいいと思うけどな、普通に。何がいい？ズバッと決まった気持ちよすんぎでいいよ。太郎はどの子のでもいいけど、チビとか書いてみて。え、じゃあ出てる配信者のアンチしまくっていい、テロップで。いいんじゃない、それ原田よしきに聞いて、それはテロップで、それはいいんじゃない。やばいやろ。いや、やばいやん、それいいと思うで。
ハローはチビーとか何がいいかな、リスナーさん。いいと思うよ。俺こういうの分かれへんわ。え、こういうの分かれへん。分からへん。おう、あかん、苦手。俺こういうの考えられへんタイプ。なんかない。ない。でもなんか一言で短いのがいいよな。まあね。キャッチーな感じだよね。うん。何する？なんかないかな。ズバッと決まったがいい。くたばれホモ大仏。下ネタダメだよ、下ネタは。ナイスやろし。相手を挑発する系か、なんか俺にこうメッセージを送る系か、自分のそこは落ち着いてメッセージを送る方がいいんちゃう。ああね、何よ。あ、席選べるって。席選べる、じゃあいいよ、選ぼう。自分の上 どこがいいの。うん、前の方がいいんちゃうか。前の方が。じゃあこれ俺どこでもいいか、ちょ選んでよ。どこどこどこ。これ、これのうんアップして、うん、はいはい。これね、花道が北側だべ、多分。違うか。 南の1から7か、うん、北の10から14やって。南の1から10。1から7。1から7。1から7 か、その青色の、うん、青コーナーだからね、俺の黄色の部分やな。うんうん、最前列や。南の1から7か、うん、北の10から14、うん、どこにする。映るところ、映るところ、映るところがいいよな。そうだよな、映るとこどこだ。カメラのポジションが分かんないよね。放送席の近くがいい。あ、確かに。放送席どこだ、これ。よしきに聞けない？放送席どこって。放送席の近くにしよう、声が入るから。マジで声が入るのよ、ここ。放送席の近くで映るんよ。放送席の裏って映るんよ、しかも顔。ワンチャン嫌やわ、なんかずっと映ってんの。やだ。リリーはどこに撮ったよ。リリーさんわかんない。南側の6、7ぐらいじゃん、多分。放送席この東のところじゃん。あ、そうかもしんない。東か西やと思うで。うん、どうする。じゃあどっちにしろ映らんのじゃん。声が入ってほしいな、ヤジ飛ばすんだったら。これ初めなんか100万の席みたいなのなかった。あった、どっか行った。R 社長飛んだ。あれ実刑確定らしいで。うん、レスポンス遅なったうなぎ王さん。うんで、なんで白ご飯と豆腐食べてるの。これ好きなんよ、俺。絶対美味しくないやん。好きなんよ。合うん。合う、めっちゃうまい。これ分かる人いないだろうな、これ。めちゃくちゃ好きなんよ、俺。これもう南の6と7でいいんじゃない、ど真ん中。ああね、6と 7? あ、いいかもいいかも、うん、うん、いいかも。なんか北これ柱あるから見にくならん。うんうんうん。あ、これ柱なんだ、黒いの。え、違うん、これ。これ何なの。これ花道じゃねえの。あ、
これ花道や多分。花道か。花道やんな、これ。黒いの。花道の柱じゃないの。柱じゃないよ、これ。花道じゃないの。ねえ、花道だって。どっちの方がいい。ケージを背中から。背中しか見えない。これ柱じゃねえだろ。やばいだろこの会場。ここに柱あったら。どうする？これ3時からずっと俺この席座っとかなあかんの。そういうこと。きついな。ずっとヤジ飛ばして。で喫煙所もあるから中に。いや選手の試合だけでいいねんけど。ああね。3時からずっとここで俺ずっとヤジ飛ばそう。ずっと喉が枯れるまで。きつない。きついよ。いける？聖司の試合の時だけはとか無理な。あ、いけるよ。メイウェザーのスポンサーみたいな感じでね。うん。うん、それでもいいよ。それまで外におってでもいいよ。ホテルにいてもいいし。ダイヤがその代わり一人になっちゃう。ああ、そういうことな。聖司、うん、のリスナーさんはダイヤだけ。ダイヤだけ。あとみっちゃん。あ、みっちゃんも見に行く。みっちゃんも来る。前乗りする。みっつと。みっちゃんどこな席。みっちゃんわかんねえ。俺が買ってあげたんだけど、うん、わかんない。多分 SRS2万円のやつ。でも1から7ってさ、うん、これ全く埋まってないってこと。多分そういうこと。忘れたら、あの俺別に聖者の試合の時だけでいいから、うん、みっちゃんとダイヤそこ座っておいてもらって。ああ、確かに。そうする。他の人あんま興味ないわ。あ、ね、うん、うん、そうしよう。で、そのテロップだけやろ、うん、テロップ考えてよ。これ、なんか明日に送らなあかんねやろ。そう。どうしよう。何でしょう。なんて入れる。何がいい。ナイスや聖司。引き波の上は佐藤さん。ちゃうて。放送席は南やって。南、じゃあ南の席行こうよ。ある。南の席6か7。うん、そこ行こう。ど真ん中。そこしよう。ズバッと決めたれ。これ解説誰な。よっさん。森何日番よ。もう解除された。あ、香川さん。あ、香川。うん。あ、解説が森。なるほどね。うん。で、ちょっとテロップだけ決めて。うん、分かった。ありがとうね。助かった、マジで。テロップ明日
30ですかって聞くわ。うん、入場花道が北側で正面で見れます。北側、北側。あ、やっぱここだ、黒いところだ。うん、うん、黒いところが入場やって、うん、放送席の裏行こう。あ、で、スクリーン画面が東にあんねんて。はい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 。何のスクリーン画面？あの、後ろとか見えない人のためにモニターがでかいのがあるのよ。そこを映してんのよ。南の席が一番見やすいって。放送席の裏行こうよ。だって長時間いないんだから。声入れてよ。声通る？歓声すごいからね。負けない？いや、俺やで。大丈夫、声通る？うん、時間張ろう。東の席で。南な？あ、南頑張ろう。ちょくちょく森にヤジ飛ばしたんやろ。森にヤジ飛ばすの？いや、それ飛ばすよ。マジか。え、初めて会う？初めて。予算？うん、予算は俺一回一緒に競馬したことあんで。うわ、火薬の家で。ああね。うん、2回目か。なんか悪くないよ、別に。うんうん。じゃあ頼むで、当日。テロップ考えてよ。テロップ考えるわ。マジでありがとうね。うん、助かった。あとプレゼントとなんか名前が掲載できますよって。プレゼント、イギリスドルプレゼント、なんなんこれ、どういうこと？いや、それなんか特典があるの。席もう決まったよね。取った？言った？うんうん。なんかこれ政治メイン試合なんかなんだけど、うん、大取りかと思ったら、このホモ大仏がひよって一番最後嫌だって言って、光ると右足になった。最後はラスに、あ、今送ったやつの青コーナー協賛の部分あるやん。あーね、あ、ここか。ここにイギリスとなんとかなんとかっていけるのか。イギリス最高みたいな。違う違う、何々プレゼンツって。イギリスとプレゼンツでいいんや。いや、別にそこまで俺の名前出さんでいい。なんでやねん。いいよ。ああ、お主ナイスやん、いいやん。バイキリスト、イキリストプレゼンツ、いいやん。そのままでいいの？いや、そうそうに。そうしよう。じゃあ、Z 界プレゼンツにしよう。なんでやねん。Z 界プレゼンツで、うん、で、パンフレットは控えめの方がいいねって。そうなん？俺現地行ったらアホほどうるさいから。ああね。うん、ドルマーク入れなくていいの？あ、Z 界とドルマークにしようか。じゃあ、あ、そうでいいや。謙虚すぎるよな。Z 界、うん、アンドドル、うん、プレゼンツ、うん、なんか豪華やな、政治のとこだけ。何が豪華な？飯が？なわけないやろ。何が？なんか政治枠だけ、うん、すごいなってこと。飯は豪華ちゃうやろ、それ豆腐と白飯やねんか。これ一回食ってみ、マジうめえから。ぶっ飛べマジ。絶対まずい。豆腐と白飯。俺今日から自炊始めたからさ。あ、俺もな、料理配信すんのよ。うん、自炊始めたから。
マジうめえよこれ。ぶっ飛びマジ。あー、ドンツクラスカイ。あー、お母さんありやす。ズバッと。あ、でもダサいかも。 Z 界&ドル。なんで？あ、ちょっと見て。どれ？なんか来た。どれ？どこに？どっちを見ればいいの？え、いや、今送る、うん、これ。あ、いいよ別に。点の方がいいかな、これ。いいじゃん、それで。アンドの後のドルだと、あ、確かにね。でも見に行くな。うん。アンドレス AND 632号さん。うん、 AND にする。それいいね。うん、アンドいらん。 Z 回ドル。見に行くよこれ。 Z 回10ドルだけでいっか。うん、アンドいらないって。あ、バツ、バツだって。あー、オッケー、うん、かける。 Z 回、うん、かけるドル。うん、あ、プレゼンツはスペルで来るから、うん、あれか、これでいいか。うんうん、決まった。土壇場でズバッと。え、スポンサーおらんかったん？いなかった。いたんだけど誰やっけなと思って忘れちゃったよ。ど忘れちゃったよ俺。これ多分見やすいんじゃん。バツさん、そうそう、バツ見やすい。 Z 回、バツ、ドル。あ、これね、あ、間違いない、間違いない、これ間違いない。バツ入れた。バツさんもだからこうパンフレット載るわけよ。いい？バツさんの宣伝になるから。うん、オッケーね。じゃあテロップ決めて。テロップ何？テロップ決めて、リサさん。何する？テロップ。テロップどうする？ズバッと。決まった。短くて気持ちいいのがいいよな。うん、君も Z 界に入らない回はおもろいな。おもろいわ。何がいい？選手のリスナーさんふざける人多いやろ、こういうの。そうなんよな。うん、頭おかしくていいけどな。頭おかしくないか。うちら最強だから。あ、それそれ。うちら最強だからよく言うから俺は。うちら最強だから。政治がうちらは最強って言う。うちら最強だから。これが Z 回だ。そうする。入ってよかった。 Z 回やっててよかった。クモン式
でも、でもそんな適当やん。うん。うんじゃなくて。ズバッと言いたすぎて。ズバッと欲しい。うん、ズバッと。ヌマッと。いや、俺のリスナーさんね、多分、何でも言っていいぞ。何でも言ってな。どうする？ズバッと、ヌマッと。シンプルがいいね。もうドルかける Z 最強だからでいいんじゃない？あのね、そうしようじゃん。入れて、言って。ドル Z かける Z 最強。あ、それでいいや、それでいいや、それでいいや。ズバッとそうりゃ。うん。そうしよう。ゴーニーさん見て。あー、一文字台どん作らすかい。バツさんのね。そう。バツさんにこれを返しないと。ギフト。ズバッと。そうりゃは。いつもどう書いてるの？そうりゃはひらがな。伸ばすの？伸ばす。そう？そう、そう、そう、違う、うはいらない。そう、そう、りゃ。りゃ、りゃは伸ばさんの？うん。あ、これこれ、そうりゃ、そうりゃ。だーいるってことな。うんうん。貴重本当に、お前がアラブ赤はビルゲットとバックソーマサとミツリがいないとやっていけないと思って、そうりゃ、ミツリ来た、優しいでしょ、ミツリナイスだ。ドルかける Z 最強だから、うん、ズバッとそうりゃ、なんかズバッとそうりゃダサいな。ズバッとそうりゃ普通いいじゃん、ズバッとそうりゃナイスや、お主。ダサくていいよ。ダサくていい。うん。でもさ、せいじ最近そうりゃ言わんよ。言ってるよ、そうりゃ言ってるよ。え、これでいいか。うん、それにしよう。ズバッとそうりゃね、うん、そうしよう。でも全部決まった。じゃあテロップ決まって、画像も決まった、決まった、うん、で、プレゼンツのところも決まった、うん、ああ、これカッコついたわ、危ねえ、マジで誰もいなかったから、俺危の。で、ダイヤも一緒に行けると。で、俺はスパークで、裏で暴れたらいいんや、うん、そういうことや、裏スパークや、で、問題児2日の3時ね、うん、3時その前から前乗りして会場を沸かしといてくれてほしいけど、政治応援してくれよなってみんな前乗り前乗りして、その、うん、3時前にお昼のさ、多分炎上ニュースやるかな、多分終わった後に1時から3時まで暇やから、みんなワクワクしてるから、なんで政治配信せえへん、俺せえへんよ、そのモードに入ってるから俺は。え、これ配信者ゾーン、ゾーンに入ってるから俺も、その日は頑張ってね。うん、だから試合出ない配信者がこう盛り上げてほしいわけよ。うん、覚醒してるから俺も、配信どころじゃないから、レッドゾーン入ってるから、うん、で政治の応援を頼むなって言ってほしい、コメ欄に。だよね、うん、あってもとして1時から3時までで、ちょっとじゃあ俺まだ行かへんけど、どうなんし、外で中継しててもいいよ、中に行ったら配信できないから、もう一個の端末で中継してもいい、どうなんみたいな。相沢も来んの？相沢来ないだろ、あいつ金ないから来られへん。うん、来ないやろ、金ないとも安いんか、チケットは。うん、6000円からあるから、安いとこで。あ、一番後ろの席、ね、A 席、そう、その上が1万円、2万円。あ、この黄色はもうスポンサーのみなんや。そうやね、うん、ピンクが SRS、
で、青が S 席で、白が A 席。ゼロワンから LINE 来てんけど。なんでお世話になります、うん、この度スポンサーありがとう。あ、ヨシキ K で行ったんだ。20万入りました社長って。 あれ仲良かったっけ、ゼロワン。うん、え、仲良くないよ全く。煽りさすがやね。そういうとこはちゃんとしてるわ社長。まあ、そこ関係ないからな。うん、はい、よろしくどうぞって送っとく。うんうん、まさかだよね。なんで政治のスポンサーがイギリスなんてなったんやん。多分 どういうことってなったんやん。うん、そらなるやろな。揉めないでよスポンサーなんだから。いや、スポンサーやからこそ揉めていいんだよ。おー、やめてよやめてよ。そこはやめてよ。うちのリスナーさんらはそれ見たいんやろ。やめてよそこは。しかも配信できひんがやりたい放題や。おー、やめてよそこは。バチバチいくよ全員。ちょっと、へぇ、スポンサーな、スポンサーボッケよな。一番エロいったスポンサーが揉めるからやめてよ。お行儀よくしてよ、頼むよ。そ、フリーやん、どう考えても。フリじゃないよ、やめてよ。いや、沸かさない。そういうことで沸かさないでよ、そっちで。うん、あ、でもヤジ飛ばしまくりたいな。ヤジはいいけど、配信上でそれやめてよ、ディスり合いとか。俺まで飛び火くるから。政治のスポンサーいい加減にしろよってなっちゃう。あ、来たで。え、これ送るわ。何テロップ。何テロップ。あ、完成品来たイメージ。ああ、いいじゃん。ああ、いいじゃん、いいじゃん。ネタバレになっちゃうけど、いいね。ズバッと総理は最強だから。なんか暴走族のあれみたいだね。なんか応援の旗みたいで、あちら最強だからっていいやん。いいね、いいね、いいね。これがパンフレットに載るから。うん、最高や。 OK、 うん、盛り上げてよ。だからスパーク俺の試合、うん、分かった。ヤジ飛ばしまくって、うん、裏スパークしとこわ。うん、どっち勝つとも、浜大仏と俺。いや、そら政治や。政治やろ絶対。そこは政治。トレーニングしてる？してないけど勝てる絶対。いや、しや。うん、するわ。じゃあで、入場曲決まってのなんか曖昧、なんか変えたい、なんかいいのがあればなと。いいのあるよ。ある。何？え、じゃあちょっと俺の案出し。あ、いいよ。で、何でもいい。スポンサー特権いいよ。気合が入るやつね。なんかある？じゃあ送るわこれ。ああ今送った。あ、これか。ちょ、待てよ。それ行く？これだろ？これはどうなん？これは、これ入場曲ふさわしい？これと俺みたいなとこあるやん。まあ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 、どうなん、どこで入場したらいいんだこれ。いや、どこどこ、まあでも歌の方がいいんじゃん。リスナーさんそっちの方が絶対盛り上がると思う。歌の方がいい。歌の方がいい。これはちょっと笑いに走ってるから。確かに これはあかんやろ。だけどインパクトは残るけど。まあ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 。天然さんもこれやしな。うん、最初使ってたの俺なんだけどね、これ。あ、じゃあそれいいや。うん、でも最近たかしが使いまくってるから、なんかたかしみたいになっちゃうけど。ああね。うん、愛の塊いいと思うよって言ってる人いる今の。まあ、インパクトは残るな。うん、うわ、精子来たやんってなるけど。うん、たかしみたいなコメントが流れちゃうとちょっとダメじゃん。
ットっていうコメントを流して、やったらラビちゃん。ラビは力入んねえんだよな。なんかダラダラやるか配信するかみたいな、雑談でもするかみたいになっちゃうんだ俺。コチョーラ。コチョーラ。コチョーラ。いやー気合入らん。俺のイメージあるこれ。うん、ちょっと違う。なんか前なんかやってたやんな。違う。ピクミン。聖樹みたいな曲ないの。これかな。いやそれ一番気合入らん。気合入んねえなこれ。これあかんな。絶対あかんや。あースクールウォーズ行く。グレンの弓矢いいで、セイジ。え、グレンの弓矢。グレン、グレン進撃の巨人のやつ。進撃の巨人、あ、これか、グレンの弓矢これ。いや、初めから流し弓これしか出てこない。これかこれ。違う違う違う。これどれだ。アップルミュージックで。アップルミュージックあるで。これじゃなくて。それ初めからよ。これ。何これ。知らん。聞いてみ。これ01なの。これ01と被ってんの。被ってるらしく01だよって言ってる人。F1 かよ。これ使ってる01。あ、使ってるって。それ決めといた方がいいんじゃん。はよはよ決めよう。どうする。スクールウォーズ、ヒーロー、ヒーロー。それでは青コーナーより聖司クレイジーパビオンの入場です。うん、じゃあここからね。じゃあちょっと部屋から履けて。部屋履ける。邪魔。こっからね。で、行くで、うん。誰がスイッチ押してくれるのこれ。誰が押してくれるの。これ持ってっていい？え？持ってったら音声が遠くなっちゃう。いいよ。え？持っていこう。持って行きたいの俺が。それ持っていたらいいよ。これ持ってったらいいの。うん、ほんで？で、俺がアナウンス終わったら開けたらいい。オッケー。うん、行くで、セイジ。準備オッケー？うん。青コーナー、セイジ、クレイジーパピオン選手の入場です。だね。長いと思う。で、ナチ君があれ、旗持って入ってくれるから。あ、そうな。そう。振ってくれるかな。振ってくれると思う。オッケー。ありやね。これでいくか。ヒーローでいい？ヒーローで。うん。かまへん。ヒーローでいくか。まあ、確かに入場みんな長いもんな。長い長い長い。あとはユニフォームやな。どうしよう。試合いい。4週間かかんねん、オリジナル今やったら。無理やねん。何でもいいか。うん。でもほな、誠司頑張ってね。頑張る。ありがとうね、マジで。あ、いいよ。揉めないでね、ゼロワンと。仲良くしてよ。いや、まあまあ、他の配信者らにはヤジ飛ばしまくるけど。うん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 。勝てよ。勝つわ。応援頼む、マジで。いや、入れろよ。頼む、応援。うん。やってくるわ。11月2日で練習しや。練習、うん、できたらするわ。ちょっとだからまあボクシングなのかキックなのかわかんないんだよ、まだね。会場が変わるからさ、俺たち体重が重いじゃん。だからボクシングしかできなかったんだけど、今度会場が変わるから、多分リングが頑丈になるから何でもありだと思うんだよ。うん、
いや、じゃあ、二人とも足蹴りなんかできひんやろ。いや、いけんで、俺だったら。届くん。いや、短いけど届くで、近く行ったら。蹴り？うん、パンチも怪しいけどな、届かないかもしれないけど。高度な技できんの？できるで、二段蹴りも、回し蹴りもできるで。あ、そうなの？うん。俺、ワンちゃん蹴りの方が強いからね。あの練習見てもらったら分かるけど、俺パンチ力あんまないんよ、俺どちらかというと蹴りだから。俺サッカー部だったから。あ、ローキックで。そう、前蹴りとかさ。うん、ヒーローね。じゃあボクシングジム行った。いいボクシングジムな、ナチ君とこ行くか。あ、ジジの時強かったよな。強かったでしょ俺。うん、うん、パンチってか押す感じだよね。押し込む感じ。なるほどね、うん、あれ押したって言われたらゼロに。あ、パンチなのあれって、何なのあれってなんて言われたの。ほな、応援してるわ、うん、ありがとねマジで。うん、助かったわ。また連絡して。うん、またほなね、ありがとね。はい、はい。スポンサー決まったで、ありやす。決まりました、スポンサーさん。よかったマジで。奥さん、飲んだ飲んだ飲んだ、ありやす。優しいな、マジで優しいな、ほんまに。よかった。俺ぐらいかな、はい、配信者、スポンサー。まあ一枠だけでもう十分、うん、ありがたい、うん、優しい、うん。なんで今中田配信してるの、わかんない、な、配信してんの中田？どこで？中田って誰？わかる、中田？中田なんか配信してないでしょ。してるの？中田会長どこで？どこにいんの？いなくね？俺ブロックされてるか？ブロックされてる俺。そうな、ラジオで？どこにいんの？いなくね？え、いないんだけど。ふわっち？おすすめいた？え、どこにいんの？知らねえんだけど。ふわっちいんの？いないよね。どこにいんの？あ、これか。今何食べてるか分かる？こんばんは。お、愛と一緒、愛と一緒。なにこれ、パフェ、パフェないちゅう、浮いたんて、浮いたんて。なんでやろね。中田塾どこ行った？未練はないでしょ、そこらに。ああ、これ何？これ田中さんじゃん。なんで浮いたの？端末でやんないんだろうね。なんでやろね。中田さんもこんばんはとか言って。え、なんか一気に人来てる。なんで？あんまり興味がない。出稼ぎか。うん、ミーっていうのがいい女だよ、一番。つまんないな、おもんないな。うん、中田塾とか未だにいるの？いなくね。いないやな。
興味ないでしょ。いつしか買った。なんでこのタイミングでやってんだろうね。あ、離婚が成立した、だから。あ、指輪してるよ、うん、配信始めてると投げなくなるんですね。あ、いや、もうヒーローで行くわ。もうヒーローで電話ちょっと短めに頼むよ。何、どうした、何、なんだ、どうした、もしもし、ありがとうございます、チケット、うん、もしもし、どうした、聞こえてるぞ、うん、なんか電波悪いな、なんだ、もしもし、電波大丈夫、もしもし、うん、あ、聞こえました、うん、大丈夫か、あのチケットだったのに、うん、よく、あの、イキちゃんが出して、そうそう、出してくれた。うん。で、一個ちょっと質問なんですけど、うん、あの、ホテル取らなきゃいけないじゃないですか。ホテル取んなきゃダメだね。うん。で、うん、さっき、チラッてイキちゃんが言ってたのが、イキちゃん、最初の時間から俺から、うん、その、りっちゃんと私がさ座っててとか言ってたじゃないですか。うんうん。でもリリーさんとみっちゃんが一緒に行くからややこしくないですかそれ。ね、ちょっとその詳細が分かんないね。リリーさんいる。リリーさんは一人で取ったってことでしょ、チケット。でみっちゃんが横なんですよね、リリーさんの。いや、それは分かんない。多分別なんじゃないかな。どうなんだろう。あ、別なんですか。多分別だと思う。リリーさんいる。リリーさんいねえかな。で、イキちゃんが私の横に座るのは後半戦ってこと、うん、そう、そういうことだね。で、私はもうホテル取って大丈夫。あ、いいよいいよ、取っちゃっていいよ。あ、すいません、じゃあ、うん、激励賞を、あの、別で出します。あ、いい、ちょっと出してもらって。はい、激励賞。あと20万の方は、うん、アイテムの方で還元いたしますので。あ、アイテムもくれる、20万じゃ。あの、一応そのつもりで行こうかなと、うんうん、はい。激励賞もくれんの？激励賞も渡します。あ、マジで？はい、渡すつもりだったんで。で、デパス飲むか？デパスは今ちょっと3錠ぐらい飲んだんで大丈夫です。うん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 。で、いくらの激励賞って？前回5万円振り込んで、うん、で、中止になって5万円返ってきたんですよ。はい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 。だから、まあ、うん、座席代考えたら激励賞をちょっと、まあ、もうちょっと上乗せんですかね。ああね、じゃあ上乗せしてもらっていい？で、その、うん、一応 Z 会は Z 会なんですけど、うん、あの、もしイキちゃんと、うん、まあ、そういうことになっても怒らない。怒んないよ、全然発散してもらって。あ、うん、あ、じゃあスパークしてもらっていいよ、そこで。あ、ズボッと入って気持ちよくなっていい。あ、気持ちくなっちゃっていいよ。あ、ただ、妊娠だけ気をつけて。あ、あ、わかりました。一応中出しが好きなんで、うん、ピール飲んでて、ピール。はい、うん。で、あの、ダイヤは、イキちゃんのめちゃくちゃでかいけど大丈夫？あ、大丈夫。4桁万個なんで、うん、多分ガバガバなんですよ。めちゃくちゃでかいよ、悪いけど。あ、じゃあ、本当にもうズボッとハマった気持ち。もう気持ちくなっちゃっていいよ。あの、この間せいちゃんのちょっと金玉触って申し訳ありませんでした。 あんまよろしくないけどね、うん、あ、うん、あ、そうなんですよ。あとですね、うん、あの、私はじゃあホテルを取って、うん、無料で、まあ、チケットをなんかこう前もってもらっとくって形ですか、ね、そういうことになるね。いきちゃん家に届いて、うん、それが俺のとこに来て、うん、で俺がなんか郵送でもいいしな、前日に渡してほしい。遊びに行きます。いや、来ないでよ、来ないでよ、遊びには。郵送するよ。
家と通ダメっすか？ダメだね。26も開けてくれないっすか？うん、ダメだね、それはちょっと。あー、じゃあ郵送料もありますけど、うん、着払いって形で。あ、着払いで。あ、じゃあホテル取りますね。ホテル取って新宿近く。うん、あのアパホテル多分ね、多分満室になっちゃうかな。そこみんな取るでしょ。もう前もって取っといた方がいいかもしれない。アパの会員持ってる？いや、アパリストじゃないんですよ。あ、そう。うん、なので、うん、ちょっとリリーさんにちょっと連絡して、リリーさんが取ったホテル分かる？ LINE とか、リリーさんの LINE。 リリーさんは DM しか知らないんで。あ、じゃあ DM してもらって。はい、うん、じゃあ、私は3時から行くんで、うん、席で温めときます、うん、で、もう一個の席が空いた状態でみっちゃんが座ってくれて、うん、いきちゃんが来たらみっちゃんは交代ってこと。うん、いいよ、それで。あ、わかりました、うん、それは柔軟に私が後ろに行ってもいいんで。うん、はい、いいよ。じゃあホテル取ってちょっとはまって気持ちよくなります。気持ちよくなっちゃっていいよ。ありがとうございました。じゃあ20万円のアイテムと、うん、激励賞の方で10万。はい、はい、じゃあ、ね、あのちゃんと幸せになります、うん、ありがとうございます。お願いします。失礼します。はいはい。アイテム20万円と激励賞30万円。紙だね、紙。そのコンサートと一緒の紙、こう長方形の紙が来る、ね、うん。まあ、これぐらいね、命かけてやるからね、死ぬかもしれないからね、うん。電子チケットじゃない、うん。ミーツドンツクラスカイアートアーチャー。キリストの還元してあげて。そう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 。いや、決まってよかった、スポンサーマジで。ほっとした。よかったマジで、決まんないと思った。うん、イキちゃん行くならイキリストリスナーさん行きたいね。確かに。イキちゃんリスナーさんいないですか？行きたい人会いますよ。取ってくるね、チケット。誰か6000円からあるから、安いやつで1万円もあるし、で SRS で2万円もある。なんか行きたい人いませんか？イキちゃんリスナーさんいない？行きたい？うん、この座席表をちょっと見てもらいたいんだけど、イキちゃんがどこを座るさっけ、南だっけ、7番だっけ、青の7番。6000円の席がね、白いところね。これ白いところ分かるかな。黄色の席がスポンサー席だから取れないから、取ろうと思ったら取れるんだけどね、まだ空いてるから。でその裏が SRS ピンクね、これが2万円で、青が1万円、白が6000円。見えなくてもなんかモニターがあるからワンチャン見える。うん、いけちゃんなら行きたい。いきちゃん、うん、行きたい人います？行きたい人いたら、花田よしきに DM したらチケット取れます。うん、会場でイキリスト生で見れます。行きたい。新宿フェイス11月2日チケット余ってます、まだ。あ、トワちゃん、トワちゃんスポンサーなってくれるかな。トワちゃんスポンサーまだ空いてんでね、10万円の席で、みっちゃんも来るからワンちゃん来たらいいんだよな。11月2日来れないかな、トワちゃん。うん、中田とウイがうざい、コメントが。しゃあないよね、元カノだしさ、元投げしだしさ、あと来るよな。どうしたらいいの？
NG ワード入れとけばいいの、中田とウイ入れた方がいい、だるい、気分悪い、マジか、入れるわ。じゃあすいません、中田嫌なの、仕事あるか、いけない、どんつくらすかいとはじゃ、ダメか、ダメ、気分悪い、よくない、マジで、うん、いやだってさ、ねえ、まさか配信者になると思わなかったしさ、俺だってこうなるの分かっててさ、ねえ、ちょっとプラットフォーム変えてほしかったけど、しゃあないよね、でもやめろよとは言えないしさ、俺だってやりづらいよね、うん、マジでやりづらいっすね、めんどくさい、でちょっとあのなんていうのか、そっちの配信でなんか俺のことネタにしてくるんだったら乗っかっちゃうよって感じ、おもちゃにしちゃうよって感じ、うん、平和にやっててくれるんだったら別に触れないでいるけどみたいな、うん、そうそうそう、やると思ってた、しょうがないよね、配信はやらないって言ってたんだけどやるよね、やっぱり行きたかったか、どんつくらすこい、あーとまちゃんのやつ、そうそうそう、お前が束縛で無理だから、そうそうそう、見てないない、154号さんこれだけやっとく、ガチでないです、うん、ないっす、もう無理、無理ですね、あっちもないでしょ、そら、ほんでね、お付き合いしてる人がいて、もう赤ちゃんもできてんだから、うん、ないよ、どうやって、うん、みーちゃんだけだよね、お前が、お前がアラブ赤をビリゲットとか、そうもそれとっぱ、父ちゃんになってやっていけない、どんつくやそうだよ、蜜しか勝たんよね、結局タイミング見てた、あーね、タイミングな、M ヒデが暴露したからな、あ、俺の話題出たみたいな感じだよな、ずっと配信してなかったんだからな、あー、ハとかなんか言ったのか見てたのかどっちかだよな、 M ヒデがちょっと名前出したからなあ、どうなの、俺ちょっと枠開けてみたら2000人ぐらい来んじゃねえかみたいな、あー絶対それはあるよな、俺ちょっと不意にやってみたけどみたいな、人来るの俺みたいな、知名度あるよ俺みたいな、うん、そんな大してね、そこまで、うん、話題性がないっていうか、なんかタイトル次第じゃない多分、政治潰すとか政治暴露とかだと人が来るけど、まあ平和な配信はねそんなに来ないですね、人はね、うん、そうそう、いや M 比で暴露というか、まあ何があったのみたいな、俺知らないことがあって、なんでお前 M 筆と繋がってんのみたいな感じよ、うん、そう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 、なんか裏でいろいろあったんや、なんか M 筆の彼女と、うん、なんか付き合ってることを M 筆の彼女しか知らなかったんだけど、それを M 筆が、うん、証拠を出せと、その M 筆の彼女がで出さなかったんや、裏切んなかったんや、繋がってたんや、うん、そうそうそう、だからいろいろあるんだなと思って、なんかよくわかんねえなと、僕もだ、俺を潰そうと思って動いてたのかなと思ってね、いろいろ考えると、よく考えるとね、ヌッサムも音信不通になるしね、うん、まこまことなんか付き合ったりしてるみたいだけども、まあいいと思うよ、うん、幸せならね、それで僕は、僕も今は幸せだからね、うん、みんながハッピーならそれでいいってビーズの稲葉さんも言ってるじゃん、うん、いいと思うよ、うん、好きな女が行ってきて大切にすればいいと思う、ただここでやってるのは僕が最初だしね、僕の方が有名なんだから
その仕事の邪魔だけはしないでほしいよね。ただそれだけ。うん。そう。豆泥会、まあ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 。いいんじゃない?ねえ。別に。そう。僕の邪魔だけはしないでほしいよね。バスさん、それね、NG 音になっちゃってる、それ。う、いいが入ってるでしょ、バスさん、それ。そういうことって。それ NG 音になっちゃうんだよ、それ。そういうこと。ういたんが、これ、NG 音になってるから、NG 音になっちゃう。うん、そういうことが。NG 音になっちゃう。わざとやってんのかな、これ。うん。それ、見っちゃいねえからね、俺は。かわいいだろ、うちのミツ。かわいいだろ。ほら、もう会いたそうな顔してるよ、俺に。寂しそうな顔してるよ。神戸行くか。うん、神戸行くか。呼んでるわ、ミツが。セイマル、セイマルおいで、よしよししてあげるからおいで。マジで42年間生きてきて、こんな可愛い子いるのっていうぐらい、もう一番上だよね。うん、セイマルって呼んでくれてる。セイマル、痛いとこないですか、しんどいとこないですか。いつもマッサージしてくれるね、足とかね、いろんなとこ。うん、セイマル、奇跡だね、マジで。ほんまに。なんでだろうね、なんとか丸ってのがつけたかったんじゃない、多分。犬とか猫とか飼った時になんとか丸にしたかったんじゃない。せい丸。ね、丸っこいね、丸っこいねは言われるね、兄ちゃんが。丸っこいね。なんでまん丸してんの、そんなに。コロコロして可愛いな。うん。L 丸から取ってないです。ペットみたいな感覚で、多分。あの手もさ、短いじゃん。これも可愛いんだって。腕もなんでそんな短いのって。足も短いし、うん、全てが可愛いんだって、俺のこと。丸っこいのは好きなんじゃない。でも元旦那さん全部スラッとしてる。うん、イケメンなんだよ、元旦那さんとか元彼とかが、歴代の元旦那が。俺ぐらいのこの太ってる。うん、なんでやろうね、なんで僕と付き合うことになって僕のこと愛してくれたんだろうね、ここまで。なんでやろうね、嫌味なの。あ、自分の実家のブルドッグセイマルだって。ブルドッグの名前なの、セイマルって。マジかよ。イケメンは飽きるんかね。どう、女の子飽きる。やっぱイケメンと付き合ったことあるけど、やっぱりせいちゃんみたいな丸っこいのがいいよねってなるんかね、女の子は。一通りね、いい女に生まれるとイケメンと付き合う機会があると思うんだけど、最終的にやっぱこういう可愛い系の方がいいかな。うん、飽きない、イケメンは。丸っこいの安心する。モテないからね、丸っこいのは。モテないから安心はしないんじゃない。ぐうたらしてる、常に。ブルドッグのセイマルが。面白い人がいい。みっちゃんの方可愛いです、お二人お似合い。あー、どんつくらすこい、あいちゃん。やっとね、面白い人がいいか、楽しい男がいい。いや、可愛いから大丈夫だよ。イケメンに相手にされるよ。ただ、騙されちゃうかもしれないけどね。イケメンってさ、男前のやつって、女をさ、これでしか見てないから、気をつけてね、財布の紐。これ気をつけて、マジ。怖いぞ、金かかるぞ。これが切れたらもうね、ポイ捨てされるからね。女の子、気をつけてね、マジで。これ狙いのやついるからね。うん。全部吸い上げたらポイって捨てられるで。
俺歌舞伎町でよく歩いてるとさ見るもん、そういうブサイクな夫、うん、ホストにハマってる女の子をさ見るもん、かわいそうなるね、ああいうの。イケメンって本当にさ詐欺師やなと思うよね。うん、あんたもみっちゃんだけが金使ってくれる一番好きなんじゃないの。まあ大事にされましたね、一番女性の中で。あなって僕こんなプレゼント買ってもらったことないもん。あの誕生日プレゼントにさ30万のさドールガパのカバン初めてだよ、あんな。あとこの指輪もこれもシャネル30万、めっちゃ大事にされてるなっての分かりますね。やっぱり僕5ヶ月間追いかけましたね、うん、好きだよって毎日言って、うん、みんちゃんはどう、俺のこと好きとか、5ヶ月間ストーカーしてやっと付き合いました。で一番 Z リスナーさんが心配してた税金問題にメスを入れてくれました。初めてです、誰も今まで付き合ってた彼女あの心配してくれませんでした。ちゃんと着手してくれて税理士さんにちゃんと説明して、いくら必要でいくら取っとかなきゃいけない、いくら来るんだ、じゃあそれまでミツがお金出してあげよう、全部飲み食いして全部出してくれました、うん、それのおかげで税金払うことになります。全部払えた、貯金で、うん、マジそこだけ本当にね Z リスナーさんね心配したでしょ、全部みっちゃんがケツ拭いてくれた。最後ちゃんと税理士さんと話し合いして俺も混じってたけど、俺あんまよく分かんないから難しい話はだみっちゃんが聞いてくれて先生にね、うん、で電話とかも毎回電話出てくれて、みっちゃんがね、みっちゃんの電話番号教えたんだよ税理士さんに。僕ちょっとよく分かんないでみっちゃんにお願いします、うん、すごいよマジで。そんなね、僕のことやってくれたのに、お前がアラブ、セキュア、ビルゲストとか、そう、まさにトップワン、トバちゃんいないとやっていけない、どん作らすこい、そう、ね、マジでいいよな、ほんと。しかも、可愛い、優しい、綺麗、エッチうまい、うん、チューも毎回してくれる。すごい、飯はうまい、最高の女です。あ、なんで大事にできなかったわからん、サムが出た、うん、400万ぐらい投げてるかな、もうな。あ、フワッチの何リスナーレベルがね100を2個作って、今もう1個作ってんのかな、3個目なのかな今。もうめちゃくちゃ課金してるね、爆投げてたんだね、いろんな人投げるから、俺だけじゃなくね、うん、すげえよマジで、ありやすぎる。ああ、めちゃくちゃ金使ってるよね、やばい。プレゼントもだし俺にね、収入源はちょっと教えられませんね。そこだってね、バックナゲさんだよ、聞けないでしょそんな。両親もいい人だね、うん、両親っていうかお父さんはいないのかな、別れちゃって、お母さんだけかな、女で一つで育て、厳しく育てられてね、お母さん。養いますよ、だからちゃんと。みっちゃん、俺と結婚するか、うん、もう別れた時パパ活って言った、うん、それを認める、それはすいませんでした、申し訳ない、すいません。太郎ツイッターサブアカ、サブアカなんかあんの、あ、サブアカでね俺を監視してる、うん、誠司さんのツイッターを監視してる、何を監視してんの、面白い、俺のツイッターの監視して、何の話題もしてないよね太郎に関しては。
よい子ちゃんと払ってるよ。何の監視してんの、気持ち悪くない、全然相手にしてないもんね、太郎に関しては。いや、三つ狙いじゃないでしょ、それはないんじゃない。俺の悪口最近すごいらしいね。なんか僕何にも話題にしてないのにね、なんかしたみたいな。そんなにイライラしてんだったら俺とリアルで喧嘩でもする、暇だから、グローブつけてやっちゃう、リングでやる、めんどくせえから。やってやってもいいで、配信でわちゃわちゃ喋ってもしょうがないじゃん。リアルの喧嘩するか、命の取り合いでもするか、めんどくせえな。ねえ、弱いじゃん、だって弱すぎ。それ見たい人いない？ Z 界に。もうだってね、子供扱いしてるからね、相撲でもね、弱すぎるんよ。で、変に服掴んだら墨映るしさ、あの汚い入れ墨消してこいよな、俺とやりてんだったら。落書きめんどくせえ、弱えのに。ブレイキングダウンとか出ろよ、じゃあ、そんな強えんだったら。やめてほしいよね。結局バブさんしかね、閲覧持ってないってことも気づいたんじゃない、やっぱ。いや、太郎ね、言ってたよ。俺、なんか聞いたもん、あの、リスナーさんから。マジで言ってたよって。あれはないわって言ってたよ。ひどすぎるって、最近、ディスが。俺、ちょっと苦手だな。それ配信でしか喧嘩売れないやつ。めんどくさい。そんな嫌いだったら、もう喧嘩やってやるよ。リング借りてさ。ガチで嫌いなんでしょ。俺も喧嘩してやるよ、そんな嫌いだったら。これなんか喧嘩じゃなきゃ、その リングで殴り合って、で試合終わったんだから仲良くしろよみたいな展開ないからね、一切。もう二度とお前俺の名前出すなよってなるだけだけど。そのくせこの曲使ってんの、マジで言ってる、嘘でしょ。この曲使うの、家雑で。スイーも使ってんの、スって嘘やん、マジで言ってんの、やばない。ピクミンも使ってんの、それ機長さんの真似とか思ってんのかな、マジかよ。そうだ、あれから勘違いしてんのかな、エンタメですって言ってんの、やばいやん。ピクミンのイメージが強い。あれだけで師匠師匠って言ってたやつがね、いきなり手のひら返してきたからないなと思ってたけど。ああね、何なんだろうね、気持ち悪いね、ストーカーだね、完全なる。誰か間に入ってもらってリングでやるか、ゼロワンか誰かに間に入ってもらって、ぶっ飛ばしちゃう一回、焼き入れちゃう、めんどくさいから黙らせるよ一回、やっちまうか、二度とそのでけえ口叩けんのにしてやろうか。あゼロワンに投げて媚び打ってんだ今。山田もな、そっち系だよ。だからほんと気持ち悪い、山田と太郎は。だから山田太郎なんじゃない、ドカベンなんじゃない、この二人。ドカベン。
まあイギリスとのおかげはあるよね、やっぱり。タロがここまで来たっていうか、勘違いだけどね、完全に絡んであげたからね、ここまで伸びたってのあるけど、で俺の方が上だとかなっちゃうんだよな、結局いいとこまで行くと。で勘違いしちゃうね、俺はイギリスより上だとか聖女より上だとかね、そうでしょ、どうしようもねえよ俺、勘違いしちゃうからね、ふわっちって水もんだから人気ってさ、勘違いするんだよ、あこれ俺のリスナーさんだわみたいな、1位目覚ましますか今日、お前がアラブ石油ビルゲストドマクソーマサイトップダイヤがやるやってけどんどん当たり前だろ、常に1位狙ってんだ俺、1位、2位はもう嫌なんだよ、頼むで、デパス飲むか、もうちょいやで、もうちょいで1位いけんね、お前がアラブ石油ビルゲットのバカソーマさんトップはダイヤがないとやっていけない、どんつくらすかそうね、コンソレでパルなんてあんだって、もうデパってんのこれ、意味がわかんない、何のこと、デパってるもん、コンソレでパル意味わかんない、何を言ってんのこれ、イギリスとか見切ったのは正解だね、ちょっと遅いぐらい、キャッハッフー、お前がアラブ石油ビルゲストとマクソーマサイトップダイヤがいないと、うん、デパってるね、いい感じでデパってるね、いいよ、2日分ちょうだいね、昨日配信できてないから、藤沢奈々のあのねえ陳逸でさ、すごいな昨日、もう全員ふわっち全員藤沢奈々のあのアキコママのバーに行くみたいな配信で、お前がアラブ石油ビルゲストとかそうもそうやトップはダイヤがいないとやっていけない、どんどん作りますか、そりゃ昨日は配信できなかったから2日分お願いします、3錠飲んだってしょうがない、イギリスのリスナーに DM 送ってたんだよ、あーリスナー泥棒してたんだ、気持ち悪いね、やりそう、うわそうだったんだ、 人のリスナーに手つけて自分とこ来ないかなみたいな、気持ち悪いことするね、豆泥と一緒やねそれ、あとで分かっちゃうのにね、そんなことしたら、お前がアラブ石油ビルゲストのマクソンマセトップダイヤがいないとやっていけない、どんどん作らすからそりゃ足りないな、もうワンシートいくか、もうワンシート、いやまだ足りてないね、もうちょいやね、もうちょい、あと8000点、ニャムも最初そうイギリスだったね、コヨ君のリスナーも取ったの、コヨの暴露とかしてマジかよ、やべえな、セイジとトワちゃんのツイッターも探してたよ、やばいね、そうなん、やばくね、ホストの時もそんなやり方やってたの、ター様の時もター様時代もひどすんぎ、やばい、やめて、お前がアラブ石油ビルゲストのソーマセトップはトワちゃんにやっちゃっていけない、どん作らせ、トワちゃん気をつけてよ、そういうのなかった？DM なかった？気をつけてよ、マジでやばいね、マルコさん出てきた、どこに、お前がアラブ石油ビルゲットとかそうまさにトップワン、どん作らすか、そりゃ、これでいく、いくとりあえず1位にさして、もうちょいだから1位まであと3000点、3000、マルコ48だった、お前がアラブ石油ビルゲストとマクソーマさんトップワン、ダイヤがないとやっていけない、どん作らすか、そうりゃ、どこ情報なんだよ、マルコが出てきたって、48、どこ情報、48交流ツイッター、なんでよかったのそれ、マルコさん釈放、
お前が、お前がアラブ赤をビルゲットともそもそも突破大丈夫ないとやっていけない、どんつけますか、そりゃどうだどうだどうだ、超えた1位になる、なった、まだか、もうちょいか、まだか、ナイスやおぬし、オッケー、ふわっつよりもない、どう、まだまだかな、中村がマルコさんから連絡あったと、ああね、100万払ったとか、中村100万払ったのはキムキムね、キムキム1位来た、あれです、ナイス1位。でもさ、このデイリーは誰が上がってくるか分かんないからね、いきなり来るから、下から、いろんな、あー、ドンツクラスク、匿名、匿名お願いします、怖いでしょ、ツイッターもバレないようにしてよ、ハバちゃん危ないよマジで、うん、怖いわ、そうだよ、この前ラスト3分でいきなり抜かれたもん、誰なのひまわりとかさ、あれ地投げなんかな、あ、こんばんは、お肉10個、あさちゃん、お久しぶり、うん、匿名がいいね、ちょっと赤らしリスナーさん怖いわ、盗まれちゃうこれ、うん、この前ひまわり投げてもらったっけ、もらってねえよ、もらってねえよ、うん、誰だっけいきなり来たやつ、この前うざかったな、マジでマジうぜ、とわちゃんはみっちゃんいる限りだ、だね、だね、うん、三つ押しだからね、とわちゃんひまわりだっけ来たの、いきなり、あれうぜえわ、だいぶうぜえ、誰やねんと思って、うん、自分に自信があるから大丈夫ですけど、なんかでも嫌じゃない、嫌じゃない、なんかそれなんていうの、水商売で言ったらなんて言うんだろう、そういうの、なんていうの、頑張ってドン作らすから、あーさちゃんありがとうね、なんていうのそれ、同業者が飲みに来てお客さんうちで飲まないみたいな感じでしょ、爆弾っていうのそれ、業界用語で爆弾っていうんだそれ、嫌じゃない、あ、ドン作らすかい、せいちゃんとせいちゃんの友しか投げない、うん、オッケーいいよ、爆弾って言うんだそれ、キャバクラに行ってさ、なんどういうこと、キャバクラに行ってホストで行って、ホストで例えたら俺がホストで、で投げ師さんがお客さん、ほんで俺がトイレ行ってる間に男が来て、他のホスト、他のお店のホストが来て俺のところで飲まないって言うんでしょ、それで引っ張っちゃうんでしょ、それさ、いるの、リアルのホストの業界とかキャバでも爆弾っているの、やってるやつ、それやばくない、ふわっちで当たり前のようにやってるやついるんだよね、それを、うん、いるんだそれ、どうなっちゃうの、バレたら、爆弾って名刺渡して連絡先交換、やばいね、うん、仲間の客を無断で同伴、やばいね、絶対にしちゃダメなんだ、そこの代表による一つの店で爆弾、キャバとか普通にある、罰金の店もある、クラブで応援入って客を連れてく、やばいね、それをやってるやついるんだよ、ふわっちで、うるさくね、許せん、じゃあもうさ、そいつとは付き合いやめたくなるよね、精密、お前が、お前がアラブ赤王ビルゲストマックソーマセットトワちゃんになってやっていけない、どんつくらファウリア、ひどいね、それネタに TikTok で配信してるホストクラブある、やばいね、同じ店内でってことは少ない、他の店のやつが来るんだ、爆弾、じゃあ太郎は爆弾だね、爆弾配信者じゃん、
そういうことをしないと上に行けないってことね。にゃむちゃんはなんか取られた感じあるよね、イキリストから。もともとマルコさんリスナーでもあるけど、太郎そんな投げてなかった最初、イキリストに投げてたんだよ。たうまいことやったんだろうな、太郎が。コラボもしたくないしね、繋がりたくない。マルコさん長いイメージあるね、確かに。うん、多分色恋かけてたんじゃないの、知らんけど。やりそうだね、こそこそさ。異様だもんね、なんかあのコメントの仕方とかが距離感めちゃくちゃ近い感じするよね。なんか彼女みたいなさ、なんか太郎リスナーさんだったら嫌がる人いるんじゃないっていうぐらい、なんか距離が近いというか、ラジコンになってるというか、ニャムの言うことだけちゃんと聞くみたいなさ、うん、なんか距離感が近すぎるよね、あそこの2人ね。なんでそんな嫌いになった、もうなんでだろうな、顔かな、顔が気持ち悪いからかな、うん、無理になったのちょっと。あのなんかイクメンみたいなキャラクター作りもちょっと嫌だった、無理があるなと思ってねえ、うん、生理的にちょっとね。うちのリスナーさん嫌いな人多いんじゃない、ティーローさん。うん、イキちゃんリスナーさんも嫌いでしょ、ティーローはねえ。なんかね、あれでいいお父さんキャラっていうのは無理があるし、うん、それバブさんを盾にしてなんかね、いい人キャンペーンみたいなのやってるけど、実は腹黒みたいな、うん、ちょっと痛いやつだよね、ちょっとね、うん、ちょっと勘違いしちゃってる。勘違いって一番痛いよな、一番しょうもなってなるよね。まあリスナーさんが分かってくれればそれでいいんだけども、これ以上何も言いたくないんだけど、僕もね、リスナーさんが分かってくれてればね、うん、あまり争い事は良くないじゃない、やっぱり、うん、もうリスナーさんが分かってくれればいいよ、めんどくせえもんだ、絡んでもメリットねえし、デメリットしかない、リスナーさん取られちゃうからね、え、絡みたくないよね。うん、ミツさん階段から落としたよ、なんだよ、悪いのかよ、それで警察行ってもいいんだぞ、ミツが。お前ミツと連絡しろ、警察一緒に行きましょうって言え、今から。うん、落としたよ、落としたやないけどね、落としそうになった、 もみ合いになった、階段の踊り場で落としたの、聞いてみるか、俺も覚えてないんだよ、サムだったか、その時聞いてみるわ、ちょっとミツに。それ言われるんだよね、なんか階段で落としたとか、それはっきりさせよ、階段で落としたのか、聞いてみるわ本人に。うん、忙しいか今、忙しいかこれ、いや分かんない、覚えてないこれ。みっちゃんなんつってた、なんつってたっけ、落としたって言ってた、聞いたことある。中丸とミツは繋がってないからね、直接の情報は入ってないと思う。ミツが何か言ったんじゃないの、あー違う違う違う、流産してない、してない、ガチで病院行って下ろしてるから、うんうん、マルコさんも言ってないと思う。だってそれは、だって俺ちゃんと病院に通ってるのも知ってたし、で、あの赤ちゃん諦めに行くときもちゃんと俺その日は家にいたしね、うん、俺家にいたかな、配信したかな、うん、それで流産してない、してない、やばいね、印象操作だね。病院で半分ずつ払った、せいちゃんも半分こねっつって、うん、いやそれはやばいね、
デマだね、完全なる事実無根のことをね、拡散されてる。流産じゃないです、間違いありません、裁判長。半分ずつした。なんかみっちゃん、俺が全額払うよって言ったら半分でいいやよって言われた。半分で154号さん NG ワード入っちゃってるじゃん。もういいよ中村はって書いてくれてたんだけど、もういって入ってる、ういと入って、うが入って、いが入ってるから、ういがね、NG ワードなんですよ。だから NG ワードになっちゃってる、もういいよが。だこれがね、あれなんですよ、名前がみんな使うやん、もういいよとか NG ワードになったら、それめんどくさいよね。もういいよ、さっき配信してたから NG ワードにしたんですよ、それういがね。うん、どうすんのこれ。区切ったらいいの、区切ったら使えるのかな。あ、防線で伸ばしてくれたらいいわ、もういいよ。ウイスもダメだね、ウイスも。うん、もういいよ、そういうこと。あ、こうやったら OK だね、もういいよにして。そう、うん、 OK。 なんで機長事件、先生に警察呼ばれて配信来た。あー、ネタにしてたのずっと、だから警察呼ばれちゃったの。嘘やん、マジ。え、嫌だったってこと、ネタにされたくなかったってこと、ガチで呼ばれたの。嘘やん。あ、だから3000とか言ってたの、あいつら。そうな、病んでんだ。あ、ドラ猫先生、いや俺一回も絡みないんだよね。俺機長はかなりショック、本当に心配して言ったのにみたいな。あー、狛江と言ったのがダメだね。狛江となんか行くなよな、機長も。機長さん人選ミスだわ。ドラ猫救うか、大阪から行く、大阪のドラ猫探すか。うん、俺狛江嫌だからさ、狛江苦手なんよ俺。大阪でドラ猫に似てる人いるっけな、髪の毛もじゃもじゃ。狛江は関係ないの、行ってなかった狛江。狛江一緒に行ってたやんか、狛江一緒に機長さんの隣に乗ってなかった、行ってたよね。関係なくねえだろお前、一緒に行ってたろ、一緒に行ってるよお前。うん、車で待機もクソも現場に一緒に行ってんだから、狛江も同罪だろお前。うん、だからネタにされてもいい人とされたくない人がいるのよ、これが分かる、太郎と山田とかの違い。イキリストとか仲のいい人だったらネタにされてもいいんだけど、これ普段関わりのないあんま好きでもないやつに便乗とかされたら嫌なんよ。俺も警察呼ぶかもしれない、太郎とか山田とか中村とかにネタにされたらガチで。うん、それと一緒なんよ。うん、なんでお前らにネタにさなきゃいかんのじゃって、何がドンツクラスコイです。あー、りょうさんです、そういうことなんよ。だ、機長さんとドラ猫さんはまあまあな信頼があるけど、狛江は関係ないや。だったら便乗するんだったら機長さんだけでよかったんだよ。狛江を連れてきたばっかりにね、機長さんも巻き添え食っちゃって配信も切らなきゃいけない場面になっちゃう。完全なる機長の人生ミス、一人で行きやがったんだよ。そう、人生ミスだよ完全に。だからドラ猫先生の性格をよく熟知してるようでしてなかったんだよ機長さん。もう狛江連れていくかみたいになったんじゃないの、展開が分かんないけど、どんな展開で行ったのか分かんないけど、そういうことなんだ。山ちゃんとかねだったらよかったんじゃないの。うん、人生ミス、狛江嫌いだもん俺も。なんでこんなやつ来るん、こんなやつネタ出さなあかんのじゃ。山ちゃんだったらいいんじゃない、狛江が誘った。あ、だったら狛江くん悪いけど多分俺の方が仲いい信頼関係あるから俺一人で行くわっつって狛江を切って一人で行くべきだったね。そこは間違えたね。
それは警察呼ばれるわ。もうこれからドラ猫先生が機長さんとの関係は良好だったけど悪化する可能性がある。うん、ダメダメ。あ、狛江発信だったんだ。そこはもうじゃあちょっと機長は狛江くん悪いけど多分2人で行ったらネタにしたなってなって警察呼ばれるかもしれないから一人で行ってちょっと様子見るわ。でもし万が一ダメだったら狛江後から来てくれるでよかったんだよ。うん、警察呼ばれたなんて。うん、ちょ、間違えたね。人生ミスだ。俺も嫌だもん。俺がドラ猫先生だったら俺も嫌だ。なんで狛江なんかネタさっきのこのクスガキにこのロバによってなるやん。そう、機長が優しすぎる。ちょっと機長さんはね最近いろんな人とコラボするから、うん、いい人すぎてあざとなったよね、ちょっとね、うん、誰でも美味しい思いさせようと思って機長さんもね協力しすぎ、いろんな人に太郎とか山田とかさ、うん、利用されすぎな、それな。太郎なんか助手席に乗せやがってよ、キチョピのよ、あの車よ、山田もよ、なんだあれ、なんだあれ、助手席乗せやがって気持ち悪い。うん、運転手になっちゃってよ、許せねえよあれ。うん、助手席簡単に乗せるよねあの子ね。僕以外のさしょうもない三流配信者を、うん、いらないよね賞味。うん、嫌でしょそんな。ねえ視聴リスナーさんわかる？ごめんねちょっと怒っちゃって。嫌なのよ俺、嫌いなのよあの太郎とか山田とかにキチョピのあのね高級車に助手席乗せられるのが嫌なのよ。わかる？気持ち悪いのよ。うん、なんか取られた感じがして。うん、誠治いなくても俺は東京では友達がいるみたいなあの余裕の顔でもね、昨日見てたけど秋子ママの場合行ったけどね太郎の横座ってたけど、うん、本当につまんなそうな顔してたね。早く帰りたそうな顔してたよ太郎だからじゃない横が。もし俺だったらもっと楽しい顔してたしあの歌も歌ってたと思う。太郎じゃ機長さんの良さを引き出せないし置物になっちゃうね。本当にアイコスまずそうに吸ってたね。盛り上がってない。うん、つまんなそうだった。すごいかわいそう。うん、カラオケ禁止だろうが歌ってた。俺歌いしたら愛の手入れてくれてた。それでは歌います、政治クレイジーパピョンで愛の塊どうぞ。あ、キパフェドンつくらつかい。そうありゃありゃす。あ、ゴールドの配信者さんね、ありゃす。女の子初めてもらった、エリちゃんね、ありゃす。だから二度とさ、そう山田とかさ、中村、山田太郎絡まないでほしい。どんなにネタがなくてもほんまに。だったらカラオケで一人で歌うとか料理配信とかねえ、ドライブでもいいじゃん普通に一人で。二度と絡まないでほしいよね本当に。マジめちゃくちゃ嫌いなのよ俺。なんか自分の親を殺されたぐらい憎たらしいのよ。なんか知らないけど親殺しぐらい俺の、それぐらい憎たらしいマジで。わかる？うん、俺は生きる人と絡む。だって生きる人そんな悪いやつじゃないもん。うん、いいやつや。しかもマジでいいやつ。誤解してるよキチョピは。マジで一回ヘイト向けられたけどね。俺もヘイト向けられたことあるよ生きる人。でもね、あいつは本当にそういう配信者なんだよね。うん、アンチをこう作らせるような配信をするわけよ。だからそう分かってほしい早く。秋パフェ丼作らすこい、みゆちゃんです。ここは過去だからさ今を見て、お前が
お前がアラブ石油ビルゲイソーバンクソーマーサートップレレンさんいないとやっていけないドンツクはいそりゃそう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 、まあ、いずれはね多分仲良くなると思うんだけどね、うん、キリスト忖度しないから一通りそういう暴とか入ったら やるんだよね、うん、早く仲良くなるしてほしいね、うん、市長に同じこと言われたら、じゃあ俺そいつと一回殴らせろっていう、ガチガチの喧嘩させろって、それだったらいいよって、一回殴らせろって、うん、そうだったらいいよって、話聞いてやるよって、で俺が勝ったら仲直りして、うん、俺が負けたら仲直りしてやるよっていう条件つける、うん、二人まとめてかかってこいよって、三人でも中村、山田、太郎、三人まとめてリングルでかかってこい、それで俺が負けたら謝ってやるよって、俺からすいませんでした3人まとめたかなってこれ上等だよ、武器使ってもいいよ、それぐらいはムカついてるから殴らせろって1回、うん、山田太郎ね、中村、その3雑魚がさ、なんか俺のことなんかずっと言ってらっしゃる、ぐち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 、喧嘩もできねえのにさ、めんどくせえのよ、雑魚がまとめてかかってこいっての。あったら何も言えねえくせえにさ、この雑魚たちは。ああ、めんどくさくて。だるいよね、ずっと言われてるよ。そう、雑魚すぎんだって。雑魚でしょって、こいつら。一人じゃ何もできないでしょ、結局。うん、気持ち悪いもんね。ティーローとかさ。雑魚なら雑魚でおとなしくやっといたらいいのにさ、ねえ、誰に向かって口聞いてんのって感じじゃない、なめてないマジで。雑魚はな、雑魚ほどやっぱ口が軽いというか、なんかぐちぐち言うの、ずっと粘着すんの、うん、雑魚じゃない、生きれっす、雑魚じゃない、ルイージとやったからね、雑魚とか言ってるやつ、あの見てる、ちゃんとルイージとさ、あれだけあんなしないじゃん、試合とか。ルイージに1本取ってるからね。見た？反則してねえよ。見てないの？ルイージとの試合。いきなり決まったボクシングだっけ、あれ。あれ、なんのルールだっけな、あれ。MMA だっけ？締め技。あれ、なんか、後ろから首締めてたよね。MMA のルールだったらありじゃん、ありじゃない、反則じゃないよね。一応見た、総合のルールだったら反則じゃないよ。うん、総合でいいって言ったよね。じゃあ反則じゃないじゃん。バカなのお前。反則じゃねえ、バカじゃない。総合ルールでやりましょうって言ってんだよ。うん、何がダメなの。反則じゃないじゃん。でルイージも負けたんでしょ、負けを認めたんでしょ、チョークスリーパーしたら後ろから、いいんじゃん。何それ、ルイージが反則って言ったの。君たちが勝手にあのイキリストに負けてほしかったから反則だって言ってんじゃないの。うん、あ、ボクシンググローブでやってたから、にわかのリスナーは、ね、なんでお前オープンフィンガーじゃないの首絞めてんだ、おいお前反則だろって言ってんだ。あー、バカだわ。だからグローブはそれしかなかったんじゃないの。うん、ちゃんとルール説明しなかったのが悪いんじゃない。だってイキリストは試合でしょ、はいよ、じゃあグローブはめます、はい、じゃあ試合します、はい、カーンッで、バババババで首絞めて落として、何が悪いのって感じ。説明しなかった方が悪いんじゃない。レフェリーが悪い、レフェリーが。誰がやってたの、レフェリーは。中受け誰、レフェリー誰だったの、誰だったの。 MY 君、じゃあ MY 君が悪いわ。 MY 君、うん、ちゃんとルールを説明しなかったレフェリーが悪いね。だっていきなり何ルイージと試合やれよってなって、ボクシンググローブしかなくてはめて、え、総合でしょってなって、で承諾してやったんでしょ、試合が始まったんでしょ、見切り発車で、で首絞めて落とされて、
負けを認めたんでしょ。本人が負けを認めてるんだからいいじゃん。ルイージがもう負けましたって言ってんだから。そうでしょ、もう負けたんだから。ルイージは弱かったんだよ。でも俺はルイージ勝つと思ったんよ。ごめんなさい、イキちゃん、リスナーさん、ルイージの方が強いんじゃないかなと思った。だってイギリスめちゃくちゃ細いんよ、体が。もう髪切れみたいな、もう細いんよ、女の子みたいなんよ、マジで。だから体格的にさ、あれよく勝ったよな。あれやってたべ、なんかあれ経験者じゃない、レスリングしてたの。あれ経験者だわ、あれ。うん、レスリングやってたんだ。レスリングやってるような体つきで見えないんだけど、あんなガリガリの レスリングやってる人いる？嘘でしょ、いる？強い、だからスパーク出てほしいぐらいだよね。うん、あ、キパフェダンツクラス、これ。あー、イキちゃんリサーサリアス、タックルやばい、中学生の頃。いや、腹筋割れてる。あの子一回さ、動画でさ、ホテルでさ、ホテル脱してる時にさ、なぜかわかんないんだけど腹筋を見始めたんだよね、一回。知ってる？なんかすげえキラコメが流れてんなと思って、何の配信してんだろうと思ったら、あのホテル出かける前にお腹見せてキャーキャー言われてんだよ。うーわ、こいつやらしいと思って、あ、そういうことしてんだと思って。うん、なんだこのキラコメはと思って、キャーとか割れてる素敵とかやってんだよ。うん、シックスパック見してたね。いや、俺はそんな配信できないじゃん、そんな。抜かれた？誰に？まだ時間あるよね。誰？ゆいって。誰？また変な来た、これ。ゆいって誰？お兄やんか、これ。誰？ 3 万8000。誰？ゆいって。ちょ、やめて。こっそり1位もらおうと思ったのに、昨日配信してないから。投げ合いなのこれ、やめてよ。もうまた2位なのこれ、プラプラ。誰？ラジオなの？チョコンヒーマの仲間？もうやめてよ。誰や、誰なの？うん、ウサギ枠？ミラクル連続5泊？何者なんそれ。もうやめて。ファンタ問いまくる今。イキリストが、もうやめて。みんなで KP やめて。もうやばいわこれ、勝つぞ。うわ、ファンタ10個ずっと飛んでるやん、これ。なにこれ。おまけのやつもたくさん飛んでる。もうやめて。もうええて。だるいって。わかんない。ただおかえり。なんなん、ゆいってこれ。なんでこんな飛んでんの、これ。何してんの、これ。もうやめて、俺せっかく3万円もらおうと思ったの、デイリー。うん、ビールしか投げてない。誰が投げてんのこれ。ハーゲンなのこれ。誰？これ500個、うーわ、ふわってる。1000個とか言ってるこれ。ウルトラ KP10 個10個10個やばない？これ、これ5万円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 でしょ、5万円でしょ。いくら飛んでんのこれ。これなんなん、一人で投げてんのこれ。一人でダッツじゃないんじゃない。誰？
これ一人だろうな、多分な、これ50個入ってんね。俺のリスナーさん投げてんの50個って25万ってこと、これ30分で25万ってこと。違う、ゆいが、あ、ゆいが、あ、ゆいちゃん、この子がゆいちゃんって言うんだ。この子がイギリスなんだ。やばない、これ。俺何個投げられてんの今。俺19個負けてんだけど。なんでこんなラジオで稼げんのこれ。うんこの被り物して何、誰、だからこの勝負両方頑張ったよね。なんだ旦那ラブって、誰旦那って、どういうこと。ドルマークつけてないけど、最初だからつけてたんじゃないので、投げてたんじゃないの翔平に。でいつの日か配信者になってこうプラプラになったっていうか、うん、誰やこれ投げてるの。ドアホ、ドアホ、これゆい頑張れ、誠治負けるの。もうやめようかな、もうやめていい、やっていいもん、マジでやる気なくした、マジで終わるかな。もうこうやってさ、普通に配信してるだけなのに、なんか勝手にライバルができてさ、俺の1位を邪魔するやつが出てくるの、嫌われてるでしょ俺。もうやめようかな、しばらく休んでいいっす。またもうだるいわ、うさぎ枠に負けるってやばない、いつも邪魔されるんだよこいつ、ほんま。やばない、翔平お前いい加減にしろ。休もうかな、もう嫌になっちゃうよ。なんなんこれ、休んでいいよこれ。ただいまどんつくらすか、なんなんこれ、また飛ぶやん5000のやつ、なんなんこれ、誰、今日は取ってねって、なんなんこれ、だるいって、どんな配信なんこれ。元気出してどんどん作らす、これ。ああ、みゆちゃんです、やんなっちゃう、やんなっちゃう。さあじゃあ頑張ってやれ、ソニック、うん、また2位やでて、これ多分これないかもしれないけど、だるいわ。うさぎ枠だってよ、ラジオに負けるってさ、うん、やる気なくなっちゃう、もういい、もう2位でいいや、めんどくさいよ、争い事が嫌いだよ。2位でいいや、めんどくさいから、1位とか2位とかさ、めんどくさいよ、もうこんなやってられんわ俺、邪魔入るもん、完全にさ、個人的に市場入ってるね。太郎とかが投げてんじゃないのバカだから、違う、中村貧乏だから投げれないけど。いや、ラジオのプラプラなんで闇あるよね、うん、めんどくせえよね、うん、次俺ゆいちゃんが出てるイベント邪魔しちゃおう。今度競ってる女の子を違う女の子に投げよう、無料アイテム、投げちゃおう今度、ムカついてきた、俺に1位譲ってくんね。いや、ホイブ出るでしょ絶対、この邪魔しちゃおう、無料アイテム流しちゃおう。
違う女の子に。今度やるわ、ムカついてきた、ブチギレ、許せない。俺は無料アイテムしかね、これできないから、有料アイテムは投げないから。俺は今度邪魔しよう。1位の人、イベントの時聖人投げたことある、もらったことあるかもしれない。だけど これはちょっと許せない。3万円入ったのにさ、1位だったのにさ、いきなり来てさ、これはない。ゆいが3万円投げてくれたら許すけど、勝てないだろこれ、勝てない。いや、やだ、勝てないもん、無理や。だって何ポイント離れてる。だって許せない。俺を敵に回したね、ゆいは。こんなこと恥かかせがって、黒帯が白帯にさ負けるみたいな感じやん。いや無理無理、許せない。泥塗られたの俺のプライドに。横綱がさ、幕下に負けた感じでしょ。でこれで多分気分がいいんじゃないの、ゆいは。俺をさ任して、気分悪いよね。何時間もやってんの、今日朝からやってんだよ。許せないよ、絶対許せん、マジで。強いわけないよね。もう今もう配信切ってもいいぐらいムカついてる、マジで。ユイの雑談タヌキ荒らしたくなってきた、マジで。ムカついてきた、爆食いするこの後。いい子じゃないね、俺をこんなねコテンパンにやっつけて笑ってんでしょ、ラジオの向こう側で。爆食いする、ムカついてきた。いや俺だったら誠司さん超えちゃうんでやめてくださいって言うもん。誠司さん超えたらちょっと示しつかないんでやめてくださいって言う。枠切るわ、抜きそうだったら。これ抜けると思って稼げると思ってずっとやってるでしょこれ。俺と配信切るよ、普通だったら。花持たせるでしょ。投げさんちょっとやめてください、徳部さん、ちょっともう投げないで。ほら、ディスられた。ラジオ配信者に負けてて、切る。もうこうやってバカにされんだよ。ねえ、こうやってバカにされんだよ。だから嫌なんよ、だから負けたくないんよ、これ。わけわかんないのに。ラジオ配信者に負けるってやばくない？だって声しか出てないんよ、顔出てない。しかもサムネイル自分の顔だったらまだしも、これ見てください皆さん、これ舐めてんの。これでさ30万飛ぶってやばない？ねえ、30万アイテム飛んでんだよこれ。やんなっちゃうよお前。どんなトークしてんの、見せてちょっと、見せてちょっと、弟子になるかこれ。どういうこと？本当にありがとう、ありがとう。どういうこと？そう、ラジオだね。自分の顔じゃないんやで。いいだって勝てると思ってないもん。笑ってるやん、俺を倒してこうやって1位で。え、ゆい、いい子じゃない。ゆい応援したいところにそうやってやる人だから。52発飛んでるで。リリーさんとか。52発、5000円が。ヨコさん誰だ？どういうことよ。閲覧が。笑ってるやん。うん。本気で怒ってないんじゃない？誰が投げてんのこれ。そう、いいもん、自分で何を、あれなんでプラプラなの。じゃあ1位譲ってよ、譲ったらどうなの。1位なんで俺が2位な、許せないんだけど。気分悪いよ。
1位譲ってくれたらいいやん。1位取ろうと思ってないって。大手配信者が投げた。誰誰大手配信者って。なんで50発も投げんのこれ。他のビデオくらい俺1位だったのに。なんで今日な俺。しかも昨日配信撮ってないんですよ。休んでるんですよ。で2日ぶりのアイテムでしょ。パンパンになってるアイテムをもらって1位取れるわと思ってたのに。にゃむちゃんが投げてんのこれ。これどうしてくれんのこれ。これねえ、俺の3万円返せよ。3万円にゃむいるの。にゃむ、にゃむいる。にゃむ投げてんのこれ。これどういうことこれ。ねえ、俺の3万円返してよこれ。これポイントとかどうでもいいんですよね。別に離れようが、賞金の3万円が入らないが怒ってんの俺。だ3万円投げてくれたら許すわ。ニャムが投げた人が3万円、俺の3万円返せよなあ。3万円だけでいいから返して。もう受賞歴とはどうでもいいから3万円欲しいね俺マジで。駐車場代、敷金、礼金7万かかんねん。誰が投げたのこれ。7万かかるから。ビールナイス。です来たこれ。そう、6万円欲しいね。6万円のアイテムが。うん、頼むよマジで。7万かかんだって。駐車場、敷金、礼金、最初に1万5000入るな。7万円稼ぎたいの。今いくら。このままだと1万5000円。今5万7000円やねんな。5万7000円足す1万5000円何倍やねん。ちょ計算して。7万円稼がなあかんねん今日。7万、ちょ計算して。何ぼ、あと5万7000円でしょ。5万7000円多数1万5000円、7万2000円超えてるやんけ。超えたらあかんねん。超えたらあかんねん。こじれないだろ。超えたらあかん。ビールナイス。ありがとうございます。ビールナイス。超えてたわ。超えてた。大丈夫だってなっちゃうじゃん。超えたらあかんねんな。7万円を5万ぐらいでよかったの。賞金入れて超えてんだよ。いっかじゃん。2位で、2位でいいか。ビールナイス。ありがとうございます。あ、いきちゃんリスナーさん優しいなこれ。すごいな。 KP 待っててこれ。あー、ヤミちゃんどん作らすこい。超えてた。いっか2位でね。ビールナイス。あ、ビール強いよこれ。これビールのランキングはないからね、これ。ビールいっぱいもらったら強いみたいなないから。こアイテム一緒だから、これ KP アイテムの合計ポイントにちょっとずつ、ちょっとずつ皆さんのビールがね、こう来てるだけだから。うん、あと4万3000もあるから、1位になるまで。これ無理でしょ、さすがに。4万3000ポイント。ビールいっぱいくれてんの嬉しいんだけど、ビール嬉しいよ。嬉しいけど、まあ、KP で BGM 会どうすんの。KP しか来ないやなんで。めっちゃビール来るけど、でかいの来ないと間に合わないこれ。間に合わない、もう時間がない。お肉ナイス。ありがとうございます。うわビッグ、初めてだ。ギガビッグって何これ。かずみちゃん何これ。ギガビッグってでかっ。何これ初めて見た。でかすぎ。 KP ダンツケユイポンナイス。初めて見た、こんなでっかい肉。あ、ビールです。ビールすごいよ、ビールが。あー、イキレッサさんか。お肉あーりやす。お肉、ビールあれです。ビールです。うん、
でも間に合わないよこれ、2位だよこれ。こなげ大事って言うけど4万点もあるよ。だって4万点 KP ドンつく。あーさーちゃんありやす、チャリさん、ビールナイスありやす。あ、お肉もありやす。お肉がいくらなんだろうな。お肉、ビールです。みゆちゃん、ビール意味あんのこれ、強いの。何25点やん。 KP パフェドン作らすこい。めーちゃんありやす。お肉ありやす。50点か、50点。 KP ドン作らすこい。はい、とわちゃんです。4万点もあるからさ、無理だでこれ。怒らねえかせ、どん作らすかい、ゆうちゃん。これさ、ちょっと待って、ちょっと待って。これさ、ほとんどイキちゃんリスナー。お前がアラブ石油ビルゲストとか孫正義突破、ユイポになっちゃったけない、どん作らす。ほとんどイキちゃんリスナーさんの。ほとんどイキちゃんリスナーさん。Z リスナー投げて、ウーチャリアス1個。優しいなぁ。ほとんどイキちゃんリスナー。ほとんどだよ。ビール、お肉。お前がアラブ石油ビルゲストとマクソーマさんとミツリがやってけないなんつくらつこい。やっと来た、Z さん。やっと来た。ほとんどイキちゃんリスナー。うん。あ、ウーチャリアス。優しいなぁ。全部ドルマークついてるんすよ。5、6人。お前がアラブ石油ビルゲストとかそうもそうやと、お父ちゃんいないとやっていけないの作らすかい。そうりゃ、ジェットが来た、ジェットが来た。お父ちゃん政治からどん作らすかい。来た、ばあちゃん。ばあちゃんです。ほとんどが翔平。おカバから、お前がアラブ石油ビルゲストとかそうもそうやと、ミツリがいないとやっていけない、どん作らすこい。そーりゃナイス。お前がアラブ石油ビルゲストとかそうもそうやと、トワちゃんいないとやっていけない、どん作らすこい。そーりゃ見つからね。はい、トワちゃん来た。政治からどん作、ミュウちゃんあります。抜けるか、いける、底力出す。関ちゃんとイキ君のためならあれです。消えろ、秋パフェドンつく。お父ちゃんです。そうりゃウルトラケピー。お前がアラブ石油ビルゲットとかそうもせんと、ほんまゆいちゃんいないとやっていけない、ドンつくらすかい。そうりゃおれいったんちゃうかこれ。お前がアラブ石油ビルゲットとかそうもせんと、トワちゃんいないとやっていけない、ドンつくらすかい。そうりゃ、きた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 、来たん、チャンスか、これ。秋パフェドンつく、レイちゃん。おれはい、ウルトラ KP、お前がアラブ石油ビルゲストとか、そんまさ、トップは、お月様いないとやっていけない、ドンつくらすかい。そーりゃ、どっか来た、これ。秋パフェクール、おとちゃん、ドンつくらすかい。そーりゃ、さあ、おら、来た、来た。ウルトラ KP、お前がアラブ石油ビルゲストとかそうもそうやと、ミツリが出てやっていけない、どん作らすかい。そうりゃおりゃ、きたきた、お肉ナイス。お肉、特命さん、お1いったんちゃうかこれ。あと12000。嘘、もうすぐやん、すぐやで。うーわ、もうすぐや、あと6000点、あと6000ね。お前がドン作らすこい、レイちゃんです。お前がアラブ石油ビルゲストとかそうもせんと、ユイちゃんいないとやっていけない、ドン作らすこい。そうりゃあーりゃす、ユイポね、ユイポもレイちゃんもね、諦めるな。お前がアラブ石油ビルゲストとかそうもせんと、トップワン、トワちゃんいないとやっていけない、ドン作らすこい。奇跡起きるかこれ、奇跡が。秋パフェドン作れ、お父ちゃんありやす。あるかこれ、あるの、あるあるかこれ。1きた、おらきた、おらビールナイスシャオラきた、おら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 、ギリギリが入ってこないかなと思ってる。
ウルトラゲーム、お前がアラブ石油ビルゲイサトマクソンマセイト、お月様いないとやっていけない。シャオラだってね、テンさんそういうの聞いてるよね。ほら、うん、見たか、これが Z 回だ。お前がアラブ石油ビルゲイサトマクソンマセイト、プーアントワーチャーいないとやっていけない。どんつくらすこい。配信者に負けてはダメです。お前がアラブ石油ビルゲイサトマクソンマセイト、プーアンユイちゃんいないとやっていけない。どんつくらすこい。そうりゃ抜かないでよ、抜かないでよ。3万円もらうがね、ウーちゃんです、パンちゃんです、ショーンさんです。続くマサルスローの4コース来ましたね。お前がアラブ石油ビルゲットとクソマセトパンユイちゃんいないとやっていけない。どんつくらすこい。そうりゃ、うわ強いね、うちら最強じゃない、マジで。マジか、最強すぎる、マジで。キョンさんです、お兄からです、うーちゃんです、うーちゃん、うちら最強すぎない、強すんぎ。お肉ありです、ビールも、うーちゃん。お肉。強っ。なんで強いか分かった。蜜がついてたからだ。応援してくれてたんだ。蜜が。蜜しか勝たんな。蜜しか勝たんわ。マジで。お前がアラブ石油ビルゲイサトマクソンマサイトッパミツリがいないとやっていけないと作らすか。そりゃ最強だわ。最強ねえ、部長山で売れ切ります。どんつくらすか。ベイビーちゃんです。どうしたの。ベイビーちゃんって何者なの。爆投げさん、何もわからない。どういうこと。すごい方なの、ベイビーちゃんって。ホロラン上位の人。うん、誰か知ってる人いる。ベイビーちゃんって赤だしリスナーさん、山田の、ちょ、わかんないな。山田、マジで言ってんの。マジ、ベイビーちゃん、いやー、マジっす。そうなん、知らない。山田見てないもん。ブロックしてるから俺。Z 界入ります。いらっしゃいだね。マジっす、なんかあったのかな。山田がいつもこじってるベイビーちゃん。何かあったのかな、嫌なこと。大歓迎だね。何位の人なんだろうね。ホロラン1位なのかね。うん、何位の方なんだろう。なんか揉めたのかな。嬉しいね。山田の売名ではない。そこは勘繰りすぎじゃない。そんなことないでしょ。うん、あとラプンツェルもあったらくださいね。ラプンツェル、ネットで買った人ね。ラプンツェルあったら、うん、大丈夫、投げ忘れない。無料アイテムなんだけど、それもランキングに入るから、ポイント、おまけのポイント、うん、ラプンツェルちょうだい。持ってない、ハート、そうラプンツェル、あーりゃす、キシャンリサーさんね、そう、あーレレさん150個です、ラスコイ。なんで忘れちゃうのか、言わないでくれないの、これ。これマジで大事なの、ラプンツェル。ビールです。
そう、これまとめできないんですよ。10個ラスコイ。まとめ上げできないよ、これビールは。1個ずつになっちゃう。ビールラスコイ。奇襲攻撃しますね、12時前に。ちょっと休憩入ります。ちょっと休憩入ります、ビールラスコイ、ビールラスコイ。ミューちゃんです。パンちゃんもありがとね。投げ忘れないようにね。ラプンツェルあったらお願いしますね。ええ、ビールありがとう。じゃちょっと12時前にちょっと奇襲攻撃入ります。真珠湾奇襲攻撃します。じゃあお疲れ様です。ありがとう。またね、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。ラプンツェル